ベストラングランプリ、はい、終了です。はい、というわけでございまして、まあ夜も更けてまいりまして、そうですね、もう2時を回って、はい、開始から5時間。そうですよ、社長も4時間いてくれました結局社長も10時から明日大丈夫なんですかね社長ね、明日、はい、明日、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。軽装で帰ってきますね社長さんね、はい、いやーけどこれ5時もう5時間なんですね。最初の2時間なんか割と緩やかでしたけど、はい、やっぱ今のレスラングランプリで相当やっぱこう短く感じましたね。本当ですか。まあ、はい、V ロケがあるとやっぱりちょっと違いますよね、うん、違いますね展開がちょっと、はい、で多分今から見るやつが一番この時の流れを遅く感じると思うんですね、はい、いやどうすかね、うん、意外に楽しかったら楽しいですよ。あ、そういうものですか、はい、僕現場にいなかったんでどういう話の内容かがさ全然知らないんで、はいはいはい、説法と聞くだけでなんか時間の流れが長くなるのかなっていう気がするんですけども、まあ、だからですね、物の考え方の話ですね西島さんね。物の考え方、はい、はあ、まあ、なんかいろいろこういう考え方科学者もいるんだなとかね、そういう、うん、考え方の話ですよ。なるほど、はい、まあためになることには違いがないと。そうですね、はい、別にもうそう感じ方次第ですね。で、それを近藤さんのありがたいお話を聞くことによって、はい、これ横浜分隊にどうつながっていくわけですかこれは。そうですね、でも最終的に、はい、最終的に最後まで聞いていただければ。あ、ちゃんと、はい、意外とはい、そこはヒントが。へー、なるほど、わ、はい、かりました。じゃあね、じゃあ早速、はい、心して聞きたいと思います、はい、早速近藤さんのね、ちなみに言うと3部作に3部作、はい、だから第1部いきますか、はい、3部作に分かれておりまして、装着1時間20分、はい、あ、よし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 、はい、さあいきましょう。1時間20分さらに言いますと、はい、カメラの動きは一切ございません。よしよしよし、行きましょう行きましょう、はい、1時間20分あれば原稿1本書けるんだけども。はい、第1部いきます。では早速ありがたいお話です。はい、お願いします。じゃあ早速すみませんが、よろしくお願いします近藤さん。なんだよね、やろうお前。いや、今日はこの人は近藤さんのこと聞きたい。昼間からさ今日試合だよ俺。あ、そうなんですね。よろしくね、うん、行かなきゃいけない。だって去年だってなんかいろいろ喋ったけどさ、誰も見てなかったでしょ。いや、見てましたよ。何人だよ、何人見てる。いや、何人かは分かんないんですけど、でもやっぱりもう、おおと。バカなんじゃん。すごい、ね、バカなんじゃん。で、やっぱり話を聞きたいということで、あとあれです、喫茶店のペンじゃなくて、あれ猫の T シャツを脱げちゃうんですけど、旬な絵はあれですよ、タイムシートだけでずっと見れるところに動画に動画でも何回でも再生できるっていうありがたいお話として残しておく期限がない、何度でも見れます。ありがたい話か、まあいいけど、もうこの人は、いや、ありがたいお話ですよ、本当に。本当、はい、うん、俺も今年最後で、なんでかっていうとさ、はい、もう俺もう心理に知っちゃったからさ、着地しちゃったからもう、え、もう到達しちゃったんだよ心理に。俺はもう、え、じゃあ今日もうここ何年かずっと研究してきた結果、はいはい、研究して、俺はもう時代の流れとともに、はい、もう悟ってしまったよ。え、物事の考え方がもう今日分かっちゃうってことですか。分かる、一番最後のそれはもう、2017年ついに近藤さん、人間とはね、何かとか、人とは生きる意味とか、すべてをもう24時間レスラーの、まだこれ5時間も経ってない最中ですよね、きっと日付変わってすぐぐらいでしょ。はい、それでもう物事の真理が分かってしまうんです。で、気をつけなきゃいけないのはここで真理出ちゃうから、この後20時間ぐらいどんなためにやってんだっていう話に空になっちゃう可能性があります。そうですね、はい、ああ結局っていうね。そうですね何から話そうかな。そうですね、何から。まあ、前回のお話、前回は前回何だっけ。まあまあ、物事は世界が、うん、何個もある、何個もある。ああ、パラレルワールドの話。そうですね、パラレルワールド、パラレルワールドは多分間違いなくあると思うんだよね。ほうほうほうそこに関しての発展の何か話とか、発展の話としてはないかもしれない、はい、あ、なるほどなるほど。それはじゃあ前回結局否定ってこと。あのね、あ、まあ元を正すと、はい、まあとりあえず最初に話すのはこの世界は何でできてるかっていう話。ああ、そうですね、前回もありましたね、うん、をまず結論から言っちゃうと、はい、
コンピューターなんです。おこの世界は。それは初めて聞きました。はい。はい、で、じゃあ何でできてるかっていうと、はい、この世界は全て数字でできてるんです。ああ、よく出るね。1とかね。そう。ね、あれの配列だけでこの世界ができてる。あコンピューターで数字でできてる。コンピューターの中からダーッと数字でバーッと出るデータの。データで。そういうもんね。はい。うん、あれでできてきて、この世の中もうこの宇宙から何から全部コンピューターじゃっていうものがじゃあ存在するんですか。人間が作ったわけじゃなくて。あったんじゃない。え、コンピューターって人間が作ったものではないんですか。それは後付けで、はい、今そういうのができ始めて、はい、量子コンピューターってとてつもない計算の速いコンピューターができつつある中で、はいはい、果たしてこの世界ってコンピューターで再現できんじゃねえのっていう、その計算能力が速いと。ほー、できちゃう。できちゃう。ほーなるほど、うん、なるほど。そうで、今はそれの検証中。検証中というか、今からその量子コンピューターを作ってできそうな感じなのよ。じゃあそれができれば世界が、世界のシミュレーションができちゃう。それぐらい速い計算のコンピューター。ああ、そうなってくるとまた新たな世界が生み出される。そういうこと、そういうこと。めちゃくちゃ怖い話だから。なんだっけな、昔誰かが言ったんだよね、いつか人間は自分たちでこの世界を作る。いや怖い話ですよそれは。うん、でまあ言ったら、はい、シムシティよ。ああ、まあまあ、シムシティ、ゲーム、ね、ゲーム、シムシティわかる。自分で街作って、はい、そこに人が、そう、どんどん人が増えていってっていうのと、うん、何ら変わらない状況、我々は。わかりやすく言うと、いや、コンピューターはその、うん、創造主ですか、創造主になるんですか。創造主かどうか、俺はわからないけど。神とも別なものなんですか。でも神様っていう言われるものになるんじゃない、まあ、になりますよね、考え方に。そうそうそう。でもシムシティってことはあれだ、一人一個ずつデータを持ってるの、その世界を。おー、そういうことですよ。近藤さんの作った街と、俺の街と、西野さんの街は、これがパラレルワールド。パラレルワールド、別々にある。自分の世界がある。いや、それが枝分かれしてってで。でも同じ消防署があったり、そうそうそう、同じあれがあったりとか、同じ。でもその分かれ方によってちょっと変わってくるでしょ。はいはい、はい。ね、はいはい、隣にね、そう、自分が魚屋やるって言ったらさ、はい、本当は肉だったのが魚屋になっちゃう、はい、っていう違いがあったりする。それがパラレルワールド。それがそれぞれの世界ってことですね。そう、それぞれの世界。だからデータが自分で別々にある。でも、泳いで重なってるところがあるから、うん、今この状況はあくまで僕の世界でこの状況、近藤さんの世界でこの状況。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。近藤さんの世界でこの状況っていうだけで。そういうこと、たまたまそれが重なってるところ。がここ今3つの世界の3人が作った世界の重なった点がここなの。ここからどうなっていくか、もう無限にこう広がる。1分後にも1時間後にも別世界なわけですね。いや怖いな、まあ、これがパラレルワールドはある可能性のある世界ですね、はいはい、でない世界だとするともう全て決まっちゃっている。ああ全て確定、全てがもう初めからこういうふうな動きをするっていうのが決まっちゃってる、我々は。っていうのもあるのよ。あの、脳医学かな、脳医学かなんかのあれかな、研究で、人間は何かを、物事を、例えばこのコップを取る、あ、ジュースを取るって思う何秒間前にはもう決定してる。え？あ、取ること？取ること。何秒か秒間前7秒だったかな、ちょっと何秒か覚えてないんだけど、結構前もう。ほうで、でも自分はさ、はい、いやコーヒー飲みたいから取ったんだよって思うじゃん、はい、違うんですよ。なぜ。それは、はい、まずこっちの決定がされます。まずこっちが決定されます。それから自分で勝手に理由をつける。ほうほうほう、飲みたいから取ったときで、取ったからあ、じゃあ飲みたいで、そう、取ったから、取ったからというよりはもう先に取らなきゃいけないっていう、もう命令、取る行動が頭の中で多分何かが計算されてる、はあ、それでコップを取ります。なんで取ったっていうのを自分の中でコーヒーを飲みたいからっていうふうに処理をしちゃうのはこれはもう確実な研究結果で。ええー、おお、ってことは
実なんですか、うんうん、これも本当に間違いで。じゃあ決定してるってことですね。もう勝手に決定してる、物事何かする前、何秒前かには何やること決まっててで、勝手に後付けで理由をつけてるから自分で動いてると思ってるだけ。って考えると、すべて確定してるんじゃねえかっていう考え方もできるんですね。その7秒前の、また7秒前の、7秒前の、そう、全部それが動きが確定してて、そうですね、そのことに常に来ると。そう、それで自分が何かしたことは勝手に自分で理由をつける。例えば人殺しとか、はい、人を殺しますよ、もう攻めくらい決まってて、めちゃくちゃ怖いです。人生の中でっていうか、もうすべて動きが決まってて、殺される人も、まあ、ここで何でも全部が決まってるとして、後付け後付けで理由を自分で。だからあのよく言う、俺なんでこんなことしちゃったんだろうっていうのは、そうそう、そういうのもあるかも。浮かばない、浮かばない、そう、浮かばない任させた、任させた理由が浮かばない。うまいこと自分の職人で行動だけしろって言われてしたけど、あれなんでやってたんだろうっていう、見つけられなかった、見つけられなかったっていう可能性はある。でもこの話は本当なの。もうクオリアっていう、いろいろ調べればすぐ分かるけど、もう確定なんだ。そうだよ、だからあなたがこうやってやってること自体もう自分の意思じゃないから。話を聞きたいと言って、うん、来たことももう自分の意思じゃない、もう初めからそういうふうに動かされちゃってる。体、頭、心臓が動かない。ここで収録をするってことが決まってて、はい、頑張ってその話を聞きたいっていう体にしたと。そういうこと、この作品ってどういうことも決まってて、だけど僕は聞きたいって体で。そうね、だから体だよね。みんな人間は体で生きてる。この世の人間は手で生きちゃう。自分の意思はないよ。怖い、怖い、怖い、怖い。当然じゃあ職業とかも決まってるんですか。だと思うんだけど、それでもね、7秒前とかのあれだから、そこまでの研究はまだされてないと。お、7秒前っていうのはその実証されてるんですね。実証されてる研究でこの動作の7秒前、そうだ、ちょっとしたこと、まあ、だからあくまでその連鎖で全部が決まってるっていう考え であるということで、長期的スパンのっていう研究はされてる。それは分からないんだよね。なるほど。だから深層心理みたいなところかもしれないし、無意識にやってしまったこととか、そういうものに関してはかもしれない。無意識も怖いですよね。意識がなくてもやってる。そうですよね。でもなんでやってんだろう。でそれを自分で後から後付けで理由を作っちゃう。で正解にしちゃう。そう。だから自分でやってると思い込んでしまってる。これ言ったらロボットじゃない。人工知能。に今度関わってくる話になってくるね。ほう、まあでも本当そうですよね。そうそうそう。あれでもそうなってくるとさ、例えば最近 その VR 的なさ、うん、あれの仮想現実的なあれは、なんかよくあるじゃないですか、うん、そのうちもみんなその世界で生き始めて、うんうんうん、体は停止させてみたいな、うんうんうん、それは本当にある。どうなんだろうね。でももう想像できちゃってるから多分できるんだろうね。好きなような世界で、そう、脳みそだけ生かして、体いらないってことですか。そう、体いらない、脳だけつないで、でも実際今この世界もその可能性もあるんだろうね。あ、そっか、そうだよ、そっか、俺ら脳みそだけつながってて、ここがバーチャルの世界って可能性もある。あ、やばい、これ分かんない。思い込んでるだけですからね、僕らが今この世界、これが実物だってるんだ、はい、それは脳が勝手に感じてるだけだ。これは分かるわ。ここに物があるとか別に本当は何もないもん。痛い。そう、それは全部勝手に脳が作り出してる世界だ。そう、ということこの VR の可能性が大きい。そういうこと、だから VR の中で VR が、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、ようやく騒ぎが起きてだから科学が発展するともに、だん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 この真理に近づいてきちゃってる。なるほど、この世界。なるほど。恐ろしいけど、やばいやばいやばい、だから我々と人工ロボットの可能性もあるですよね。言ったらだから AI がその知識を持ってこんなことを勝手に始めたっていうのが今の僕らの状態である可能性があるんですよ。そういうことだよ。だってあれですよね、あの iPhone とかのあれも面白いですよね、Siri、人工知能の Siri との会話が面白かったりするってみんなやってますもんね、聞いてみたらすぐ答えてくれるから。結構でも AI が暴走する話をよく聞くんですけど、勝手にやらしたその差別的なことをやり始めたとか。でもあれ結局いろんな情報を集めた中の勉強だもんね。自分では作り出してない。自分で作ってないんじゃないのまだ。
どうなんだろう。そのいろんなネットの世界のあれを全部の情報を多分人間の知識を入れた中で選択して話してるような感じでしょうか。あれの選択っていうのは 何をしてるんですかね。分かんない、そこは分かんない。多数決なのか、うん、まあ、情報はその人間ではいい、うん、耐えられないような情報が全部いけてるんですよね。その中から選択したのが、その要はあんまり人間的にはよろしくないことを好んで選択をしたっていう例があるらしくて、うん、なかなか恐ろしい話だなっていう、うん、恐ろしい。まあ、第一部パラレルワールド、人間の行動については、うん、こんな感じですか。そうだね、まあ、その意識の話、意識の話、意識だけがもう俺は謎でしょうがなくてね。まだ謎だ。え、まだ謎だ。謎謎だと思うよ。要はそれだけがもう確定しちゃってるから、もう何秒前に意思決定されちゃってるっていう。そうですよ、何秒前に決まってる。本当ですね。なんかそうなってくると人生とは何ぞやかになっちゃう。これ何なんだろうっていう感覚になってくるでしょ。結果決まってて、決まってたら、そう、遡り続けたら生まれた時になりますもんね。何秒前の何秒前の。いや、そうですよね。行動はね、全てね、やってたことは、うん、でもそうなってくると、この前回話したその話ですよね。もうルートが決まってるっていう説明ありますよね。そうだ、人生を自分でチョイスしてそこを通り抜けるためだけに、はい、業の話ですよね。あの魂磨く話、はいはい、自分で支援を課すそうね、そこは多分あるんだろうね。ロードレーサーみたいな、自分でコース作って。いやちょっと切ない話にもなってきますね、そのあたり。まあ真実を知っちゃうと、真実を知っちゃうと、うん、なんだよってなる。今日はそれを究極の答えが分かる、ね、究極の答えを最後に話す。でこれ視聴者の方も知っちゃって大丈夫ですかね。だからショッキングだから、結構この時間帯は消しとく、消しとく聞きたくない人は消してください。そう、今テロップで聞きたくない人はチャンネルを消してください。やめてください。ここから先は衝撃的らしいです。結構衝撃的だやばいな、18禁でもなくてそうですよね、ただの真実なのに。そう、まあ、でも今のその純粋に人間の行動が決まってるっていうことでだけでもショック受ける人はいると思いますからね、うん、何なんだろうって思っちゃう人は。そうだね、人によってはこれ放送した時に自殺する人は。いや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 、もう本出てっからその本で勉強してるとはいえやっぱ本は自分で仕入れることじゃないですか。こっちは垂れ流すことなんで。そうね、あ、そんなの知らなかったって言って。いや、本自体はもうめちゃくちゃ難しい、言ってることわけわかんないけど、うん、専門の科学者が書いてる、まあ、言葉が違うからね、うん、ただなんとなくの理解はそれだよ、うん、そう、数式とかじゃあちょっとこの第一部今17分もなってるので一回じゃ止めれば、一旦 CM 行きますか。一旦 CM 行きます CM 行きますけど、スタジオにスタジオなのか、はい、分隊の CM なのか一旦ブレイク。でもこれやるとあれだよね、最終的にもう分隊の煽りでも何でもない分隊の煽りではない、だからいいんだよ、深夜だからいいんだよ深夜だからいいんだよ分隊の煽りには一切そうですね関係ない。そしたら分隊に来ることも7秒前に決まってるからね。そうだ、チケットを買うか買わないか7秒前に決まっちゃう、自分の意思じゃないんだよ、ね、そういうことなんですよね。そうだよ、自分の意思じゃないんだよ。そうだよね、意思じゃないけど結局まあでも考えたら多分自分だと思うよ。脳なのか心臓なのか魂なのか、そこは分かんない。何かが先に決定してるわけ。ああ、でそこはまだ決まってない、そのどこがジャッジするか。それは知らない。でもまあ科学者の考えは、まあ、脳みそのいろんな、うん、判断するところが総合的に判断して動かしてるんだろうっていう話もなる。まだあれですもんね、解明されてないパーツがいっぱいあるんですもんね。そう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 、そこまでは多分分かんない。ただその意識だけはその研究、簡単な実験でもう、今見て、下手したら今見てる人だって何年前にこれを見なきゃって思っちゃってる。思っちゃう可能性ありますか。ニコプロチャンネルをつけるって決めてるから近藤さんの話が聞きたいからっていう紐付けしてどうにかその7秒前のね、に逆らってでも今すぐチャンネルを消してくださいこれ以上の真実を知りたくない方は。でもあれですか、チャンネルを変えるっていうのも7秒前に、いやもう実際決まってる。
それはもう決まっちゃってるから、ね、だから自分の意識がどうにもできないんだよ、この人間の体って。もう決まってるこれ意識で、意識ではどうにもできない。これどうにかする方法はあるないと思う。だって7秒も前だよ、確か7秒って思ったけど。はぁ、多分7秒これは悲しい話になってきましたね。だからもう決まってることを自分が選んだというか、はい、いい風に選択をしたっていう体で進んでいくしかないってことですよね。だからそう感じるなきゃいけないってことよ。どんな変な嫌なことがあってもこれは楽しいとか、そういう風に、そうするのか、うん、意識しちゃえばいい。仕事の失敗とかもじゃああらかじめ決まってたってことなんですか。決まってる可能性もあるんだ。わかんない、そこはわかんない、どうか俺もどっちなのかわかんない。選択によって変わるのか、初めから決まってるのか。でもね、嫌な思いとかもあれですかね、絶対、うん、怒られたり、その、転んだり、怪我したりとか、そういう、それも自分がやってしまった体になるってことですね。そう、ね、自分が選んで選択した結果、転んだとか、事故になった、うん、まあまあね、そうだよね、そうなんだけど、まあそれをどう捉えるかによっては人間は変わってくるし、これはあれですか、頑張って生きようって人も諦めるって人も増えてくるんですか。諦めるって手だけど仏教はそういう世界だよ。あ、そっか、うん、仏教の話は結構そういう話、そんな頑張らなくてもいいんだよっていう話だ。あ、そういうことですよね、うん、実際。そうそうそう、決まってるから、決まってるからというよりも、そんな別に人生なんか、そんな、うん、君たちが思ってるとそんなにいいもんじゃない、楽しいもんじゃない、その重要なもんじゃない、うん、要はなんつうの、なんか大切に生きなきゃいけないみたいなことを言うけれど、うん、別に別にそんな風に生きなくても好きなように生きて、どうせね、なんだから。どうせ、どうせなんだよ ね、 どうせね。まあまあ、そういう考えにも至りますよね。それが仏教でしょ。真実だとしちゃうと楽になるっていう。で、今はですね、いろんな仏教の人たちも、そらそうだって言ってですね。まあね、だから前回も言ったけど、要はその科学をこう何発展させていくと仏教に近づいてる。その量子力学っていうのが仏教にこう近づいていっちゃってる。仏教の言ってることがだんだん証明されちゃってる、うん、この世は何もないんだっていうことも、この世は何もない何もないっていう。あ、でもだっけね、あれニコプロの現場から、ね、はい、この量子力学をして心霊写真かなんかはその量子力学の中でも証明される、うん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 、それなんていうの、意識があったところにはその動きが変わって姿となって見える、映る、映り込むっていうのは証明されてるって俺なんか見たよ。で、多分それはその念とか思いっていうのが強いとそこに残る、うん、量子、うん、思いも物質だから一応、こっちの気持ちの、気持ちの思いも、あの、ね、念とかそういうのも量子。あ、だからそこで何らかの、そうそう、残っちゃったらそこにそれが出てくるのか俺には分からないけど、それは可能性はある。だから心霊写真とかも科学的に証明できる風になってきてるっていうのを言ってたんですよ、うんうんうん、だからあれですよね、そう、強引にプロレスの話に戻しますけど、うん、お客さんの応援のパワーが実際にリング上に反映される可能性もあることですよね、物質っていうことは、うん、頑張れ頑張れっていう、そうそうそう、相手側にもドンって当たる可能性があるわけですよね。そう、物質だから、だからあれだ、応援は力になる、応援は力に実際になるんですよね。だからほら、ネガティブなことを言葉にするよりポジティブなことを言葉にしなきゃダメだっていう、うんうん、言うでしょ、口にするときは。なるほど、それが現実になってしまうっていう話で引き寄せの法則で具現化、あ、いや聞いたことある、それ引き寄せの法則ってやつで、それ、うんうん、思いとか言葉、まあ日本だと言霊とか、はいはい、そういうのって全部こう思いが強かったり続けると具現化されてっちゃうっていうまあそれが量子だよね、言ったら。ああ、 そう、それを解明すると、はいはい、だからまた科学になってるね、それはまた科学にもなってくる、言霊というなんか宗教的な話が今度は、うん、結果はそうですね、結果科学につながってきてる、ね、でもこれ多分10年とか20年前は全く分かんないことで、ここ何年かで急速に
分かりやすい。この先どうなんですかね。この先というのはこのままでやっぱ研究は続くわけですか。だから多分量子コンピューターっていうのは完成されちゃっていろんなシミュレーションができちゃう、だから実際にその世界を作れる。今なんだっけ、セルンっていう、こうフランスかな、どっかでこう、はい、高速で、あのなんだっけ、粒子、はいはいはい、こうぶつけて、はい、瞬間的にブラックホールを作る、実験をしてて、ほうで、そのブラックホールを作って、なんだろう、それを捕まえることができて、保存できることができるんだったら、今度4次元の世界がここに作る、こんなちっちゃい中に。ほう作れる、まず、まあ、4次元ポケットだね、はあ、ドラえもんの、はあ、何でも入ってる。でそこにじゃあ今度ロボット星を作って、はい、太陽核融合できるやつを突っ込んで、で同じいい距離にしといて、うわこれ、ね、AI の、そう AI のロボットをその地球にこう振り込めば自分が神様になる。うわじゃあ自分の世界の地球は宇宙ができる。そうリアルシムシティ、そうリアルシムシティがこのちっちゃい世界でできる。じゃあこの世界はどうなのっていう話なんだよね。でもそれだけどもう一個上ありそうです。そういうことそういうこと、そういうことそういうこと。誰かが地球っていうか宇宙を作れたんだったら、それを作った人がここのもう一個上がこの世界すらも誰かが、そうそうそう、だからその誰かがようやく君たちもそこまで行ったねってねニコニコしながら見ている可能性があるわけです。それがもしかしたら宇宙人かもしれないしね。ああヒューッと飛んできて観察してみたいな。なるほど、うん、だから宇宙人は1個上の段階の人との可能性も、可能性もある1段階上の宇宙人ではなく実は実は、まあ、それが神様ってね言われるかもしれないし、まあ、存在としては神様です、ね、それってこと神様の神様がいるとね。まあね、うん、そういうことで一番上誰と、だから神様とかって偉いそうに見えるけど別になんじゃない。そういうことですよね、うん、別に。だからただの数学者。そうですね、これから言わせるとちょっと人より頑張った人です。うん、いやコンピューター作ってまあ頭は相当いいんでしょうけど、ね、そうです、うん、数学者、神様は数学者です。そう神様は学者です。数学者一気に現実に引き戻されました。神様っていうとなんかロマン的な部分もありつつなんですけど、うん、ただリアルな、よりによって数字っていう、数学者、学者説、これは水曜日ダウンタウン検証しないで検証ね、神様でも多分今みんなそうじゃない、科学者とかはそうなんじゃない、みんな多分あれ数学者じゃねっていう風になってんじゃない。すごいね、これ一瞬間違うと虚しくなっちゃうな。そうなんです。そこだけはちょっと気をつけて。そうか、俺も誰かに惹かれてんのかってなると。だから別に虚しきっていうか、それでいいんじゃない。だから別に引きこもりが悪いみたいな空気作ってるけど、うん、そんな大きい世界で見ると、うん、何が？めっちゃちっちゃい。そう。まったくまったくですよ。何が悪いのっていう感じだし。だからそれが分かっちゃう、分かると逆にもう本当好きに生きようって思えるっていうことですね。そういうこと、そういうこと。全てが分かると。そういうことです。まあ仮にもしその自分の行動が生きる上でその決まっちゃってるものだとしても、あじゃあ俺もういいや人生つまんないじゃなくても呪縛から解放されて、そうそう、もう全て決まってることだと本当に好きに生きようっていうふうに切り替えるしかないです。そう。はい。すごいなっていう考えに至らないと、至らないと逆に本当に虚しくなっちゃうと思うんです。1個目のやつがなレストランもちろん客入ってるよ。分隊客が入ってるからレストランの分隊は設定で AI を放出してくれないから、分隊満員で、分隊は満員設定で、はい、行きましょう。満員設定で神様が、神様満員設定してくれるからね。でもそれですら多分ちっちゃいことなんじゃない。だって私はそれだって末端の末端だから、要は俺らの意識とかそういうのは
お客さんが入った方がすげえっていう、うん、勝手にそっちの偉いんだって思っているから、うん、多分そういうふうに思うだけで、そういうの全部フラットにして考えてたら別に、そうかそうか、別に、あ、だから客が入るからすごいってことじゃないってことを声を大にして言えばそう、客がいるからすげえんじゃねえんだことやろうと、そうそういうこと、まあでも実際はそうなんですけどね、その客入りだけで評価されてるのはありますけど、うん、結局はリング上が全てですからね、うん、そう、なんか風潮としてはそういう、まあ現実問題ありますけどね、その集客が多い方がいいみたいな考えありますけど、やっぱりリング上で素晴らしいものをやるっていうのは、結局の原点ではありますよ、ね、あとは本人が楽しいかどうかってくるんじゃないか、うん、みんなが楽しくプロレスができればレスラーのリングがいいってことじゃない、うん、あと数ではなく見に来たお客さんが楽しむっていうのはそうですよね、うん、そこに関しては結構強いよね、レスラー、いや本当に、まあ、知られてないからね、知られてないけど試合会場に来てるお客さんの楽しみ方とか盛り上がり方はすごいですよね、そうだよね薄いなと思ったら盛り上がるでも どう捉えるかじゃない、そうですね、どう捉えるかで全て変わってきちゃうじゃあちょうど30分回ったんで一休憩入れましょう、一休憩入れましょう、一休憩ね、いやまあ何と申しますか、あれですね、途端にコメントの伸びが落ちましたね、お、あ、でもあれですよ、はい、大丈夫ですかさっきアンケートで起きてるか寝てるかでアンケートとった寝てる人が票が入ってた、そう、十何パーセント寝てるが入ってるっていう不思議な、あっちこそ僕近藤さんに語っていただきたいですよ、あの現象に関して、そうです、ね、あれはあらかじめ決まってたんですかね、あれね、うん、そうです、あれは寝ていてもちゃんと自分がこう寝ているっていう方にこうね、あの票を入れる、アンケート入れるってことはすでに決まってたと、そうですね、いうわけで、ただその全てがすでに決まってるって言われると、先ほどもコメントで流れてましたけども、はい、じゃあ何のために今これここで横浜分隊の煽り番組やってるかって話になりますよね、そうですね、煽り番組っていうのはまだその時点で行こうとしてない人たちに行かせる気にさせるための番組じゃないですか、はい、なのにすでに決まっちゃってると、はい、横浜分隊に行くことはあらかじめ決まってるんですね、はい、行く人はね、はい、何のためにこれをやってるかって話になりますね、ただあれなんですよ、はい、まあよくわからないですけども、はい、だから逆にこれを見て行こうとする人も決まってるんですよ、ああ、いるんですよ、これを見たことによって行こうとしてることがすでに決まってると、そうですそうです、いやなるほど、いやけどいくつかあの論法でいくとね、あの論法でいくとね、はい、いやけどあれなんすか、あの取調べ室みたいなあの部屋は一体ね、たまたまあったんですよね、二条さん、ね、しかもなんか後ろからなんか光がこう差し込んでて逆光でね、逆光でなんかあの光が差し込むと何でもうさんくさく見えますね、あれね長付け1個で3人座って、はい、3人座ってあの2つちょっと気になった点があってですね、1つあの7秒前に決まってると、うわであったじゃないですか、僕ちょっとあれ近藤さんの口から7秒っていう数字が出て僕びっくりしたんですよ、はい、これ多分7秒っていうのは何かしらのあのそういう秒数のこうなんか単位というかこう決まりがあるのかなと思って、うん、実は WWE がマンデーナイトローって月曜の夜生中継やってますよね、はい、あれは生中継っていう体なんですけども、実は7秒ディレイがあるんですよ、7秒ディレイをあの置いてこう配信され、まあ、あの放送されてると、うん、中継されてる、でその7秒の間に例えばその放送禁止用語とかが出たら P を入れられるようにわざと7秒ディレイを置いてるんですね、だからストーンコールドとかがこうね、あの中指つけたりとかした時はこう生中継なんだけどもこうぼかしが入るみたいなのがあったので、その7秒前にすでに起こっているっていう現象が実は WW であったと、の近藤さんで言ってることと合致するわけですよこれ、はあ、でもあれですかね、うん、YouTube は15秒遅れてますよ、いや YouTube は仕方ない、それは仕様として仕方がないですよ、ですか、はい、わざと15秒遅らせてる、わざと遅らせてるわけではないあれは、あ、そうですか、はい、あとあれですね、
その脳髄だけがそのまあ現物でそれ以外はバーチャルだみたいなこと言ってたじゃないですか、はい、それを描いた映画があってですね。ああでもその映画の話はね、うん、いろいろあるんで。ありますよね。僕が見たのはミッション8ミニッツってやつで、あのデビッド・ボーイの息子さんでありますダンカン・ジョーンズっていう映画監督さんがいて、その方がこう作ったやつで、その脳だけ何かしらのこう事件があって、爆破事件があって、その爆破事件の犯人を突き止めるために、その爆破事件に巻き込まれた人間の脳だけが生き残っていたから、脳だけをこう持ち帰って、その記憶をたどって何回も何回もあの爆破されるシーンのところに何回も行かせて、こう犯人が誰だったのかっていうのをこう呼び起こすという答えをこっちに引き出すっていう映画があったんですよ。だそれ以外、脳以外は本人は気づいてないんだけど、脳髄だけなんだけども、本人は気づいてないんだけども、実はもう、体というのはすでに消滅してて、うん、脳だけがこうなんかこうね、なんかの線につなげられて、パソコンとつながられて、こう脳髄の中にこう起こった映像とか、何かしらの情報とかがこうパソコンに出てくるみたいな感じになってると。うん、それを、ね、今の近藤さんの話を聞いたときに、実際にそういうものが本当映画で描かれてると。いうのがあって、なかなか今の話聞いててですね、ちょっとおっと思うとか確かありましたね。いやー、近藤さん一体どこからああいう話を仕入れてくるんですかね。ああもうなんか好きで読むらしいですよ。はあ、ネットだったり本だったりを、うんうんうん、趣味で。で、うん、はあ、へえって言ってましたけど、理解はもう、いや面白い、そんな考え方があるんだなって。ああ感じですよね。うん、で、あ、そういう考え方で言ったらこうなるのか、ああなるのかって話を聞いてて、うん、面白いじゃないですか、うん。やっぱ考え方の一つの考え方がそういうふうにあるって。だから、うん、俺がこれ納得するのも決まってるんですよ。はい、そういうことになりますよね。そう、全てはみんな決まってるから、そうアクセク努力することないって言ってましたね。言ってましたね。とてもプロレス総合学院のコーチの言葉とは言えない、思えないですよね。はい。総合学院では生徒にそういうこと言ってるんですかね。アクセクで努力することないよ、もう君がその学院を卒業できるかどうかあらかじめ決まってるからみたいなことを言ってるんでしょうか、近藤さんは。いやでもあれじゃないですか、努力することも決まってんじゃないですか。まあそういうことになりますよね。努力しないでいいよじゃなくて、多分それを言われたって努力することは決められてる、決まってると。分からない、もう 何が何だかもね。何が何だか分からないと。だけどこういうふうになっちゃう、うん、こういうのなりますよね、本当にね。ナミコさんはなんかめちゃくちゃなんかへーとかはーとかって驚いておりましたけど、あれちゃんと分かってたんですか。あれちゃんと分かってやってますよ。なんかビンスバリに驚いてましたよね。素直なリアクション、素直なリアクションだと。素直なリアクション、本当ですか。本当です。じゃあ今の時点で結局のとこ近藤さん何を言ってたんですか。あれは今の第一部、ここまで、うん、ここまでは。いや第一部だけだと説明はつかない。まだつかないと。はい、三部作スターウォーズと一緒です。それが言いたかったんじゃねえかよ。はい、それが言いたかったんじゃねえかと。じゃあ行きます。行きます。第2部、第2部行きます。スターウォーズ、はい、第2部は22分よし。じゃあ行きましょう。行きましょう。よし。まあさっきの何、この世界コンピューター説に戻るけどさ、数字でそう、全部数字でできちゃう、出来上がってる、もうコンピューター。あれ0と1だっけ ?1 と0と1。0と1だっけ ?0 と1だけバーってきてる。で、量子コンピューターは0と1が両立するっていうわけがわからないコンピューター。だから計算速度がすっげえ速い。普通のコンピューターは0と1、はいはい、別じゃん、はい。量子コンピューターっていうのは0と1が一緒にいる。ほう。わかる。だから011001とかだったら、もう0と1がこう、なんつ両方は持ってるから。わかる意味。はい、言ってる意味は分かる。結局全部一緒じゃん。ゼロとゼロとゼロだから、どうにもなっちゃってる。そうです。だから早い、ほう、計算がみたいな。俺もちょっとよく分かんないけど、そこぐらいしか分かんないけど、上っ面両方持ってる。そうですね。そう、それが量子コンピューター。量子コンピューター、それはもう今どの段階までいってるんですか。どの段階なんだろう。なんかもうこの間できたみたいな。できた、地球の中でできるぞ。できたみたいな。国はどこなんですか。アメリカだったかな。アメリカ、うん、俺もうろ覚えだけど、本当にできたかもしれないよ。本当にできたら、もうもっと、ま、もっと大変なことができたと思うね。むしろ、まあでも、あんまり大ごとにすることでもないんですよね、うん、そういうことって、うん、まあだから、研究の最中なのかもしれないですね。でもな、スーパーコンピューターは、はい、
はい、いろんな国で研究されて、はい、ね、どこが今一番とかって、うん、ね、そうですね、競争してますもんね、競争してるコンピューターがすげえ、そうそうそう、でもそのコンピューターもはるかに速い、量子コンピューター、向こう側に、そう、向こう側に0と1ぐらい速いな、計算が速いから想像っていうか予定がバーッてきちゃう、うん、見れちゃう、例えば物事、ガラスをここに落としたとします、はい、ヒュー、パリン、パリン、割れる、何がどの方向にどれぐらいのスピードで割れるっていうのを計算できちゃう、まあ、だから普通のコンピューターでもできるんだろう、まあそうかもしれないですね、そのそうそうそう、はい、でも現場検証とかありますよね、でもね、事故とかでね、そういうのがもう簡単にできちゃうコンピューター一瞬でしたね、うん、だってだからそれが早ければ早いほど次から次へといけるから全部のこうだから要は何だろう、動きだよね、動きを全て計算できるってことはこの話した時点でこのもう未来が分かっちゃってる、うん、その計算ができる、うん、そうだ、それを人間に置き換えるとそうだってことだ、そういうこと、スタートからゴールか、そうそう、着地まで、そう、全て計算されちゃう、か、出ちゃう、出ちゃう、まあ、た、例えばその、うん、計算だけだと、うん、ポーンと落としてバリンまでの計算は分かります、うん、でも現実ってポーンって落としたら、うん、風がドーンってきて、うん、吹っ飛ばされて、うん、向こうでちょっと離れたところで割れるみたいな可能性もあるんです、それもだから全部コンピューターに入れちゃう、そう、その風がブーンって起きることすらも計算しちゃうんです、計算して全部計算し入れちゃって、はい、重力とだから可能性とか可能性、うん、そう、そこで人が何かあれ他の力が加わるかもしれないっていう計算までも全部想定しちゃって、想定外のことも想定できると、だから天気予報みたいな感じじゃない、あ、全パターンやってると分かんない、この確率何パーセント、あこっから突風が来る可能性、だからあるじゃん、なんだっけ映画でさ、将来犯罪を犯す人先に捕まえておく映画、なんだっけ、何すかさ、あるの、邦画すか洋画、洋画、洋画、あでもそれすごいですね、うん、でそういう映画があって、それはだからそういうことなの、それ怖いやな、それその映画その映画すごい怖い話です、ね、結構メジャーな映画で、僕は映画全然見ないんで、でもあれですね、そしたらあれですね、犯罪なくなりますね、そういうこと、そういうこと、犯罪者を先に犯罪を起こす前に捕まえる、そういうこと、そういうこと、犯罪は減りますから、なくなる、人殺しする前に捕まえちゃう、で俺何もやってんだろうって言うんだけど、いやいや、お前何年後かにやるから、そうそうそう、それ実際 やる人たちなんですか、映画の中で、そうそうそう、映画の中では、そう、それを捕まえに行く人たち、おお、なんか若干僕のタイムマシン的な話になりますよね、そうだね、未来が分かってるから過去の段階でも捕まえるとか、そういうことだから、そういうことじゃない、こう量子コンピューターってもう全部予測できちゃってるから、そうそう、いろんなデータを埋め込む、入れ込んじゃえば多分将来のいろんな予測ができちゃう、うん、だってもうあれでしょ、株とかもコンピューターが全部将来的なやつって計算とかしてるわけでしょ、そうね、だから結局ね、良くなるか悪くなるかも想定的に何パーセント、それこそ天気予報でね、そうそう、天気予報みたいな、要は天気予報、ほぼほぼ上がるでしょうみたいな、ね、そうそう、何パーセントで上がる、だったら買っとこう、そうそうそう、ね、それが多分人生にも影響してきちゃうっていう話、すごい、これまた、まあ、確かに、だってそうそうね、さっきの話と合わせると、うん、人間の行動は決まってるわけですからね、うんうん、だからそのあれ、ね、情報量だけで計算できちゃうってこと、ね、そうそうそう、で、ね、答えが できるっていう、そうか、先に捕まえちゃうってすごいですね、怖い話ですけどね、なんだっけな映画、生ちゃったけど、まあ今の、 あの日本の共謀罪も同じような話ですけどね、そうだね、あらかじめ、あらかじめね、あ、そうか、予定とか計画した時点で、そうそう、もう捕まえられるっていう、まあ、そことは若干話が違うものです、でもそういう未来もあるんじゃない、はいはい、本当に、うん、来るんじゃないかって話だよね、将来あなたは犯罪者になります、逮捕します将来、ね、人をいっぱい殺します、だから今あなたも死刑にします、すごいっすよね、それでもそれが事実
でに限りなく近いですよね。多分もう、まあ、だから将来的にそういうコンピューターができて、はい、そういうことをやるっていう人が出てきたら、はい、可能性はあるよ、はい、何パーセントっていう出てくると思う。すごいですね、うん、人を殺すから先に捕まえて君は死刑ですって言われたらその人は何のためにどうするんですかね。しかも超健全な人間なのにいきなり。でもそれでオンギャーって行かせなきゃいけないよね、そのところが腹の中に見せて、ね、究極ダメダメ出したらダメ究極すること言っちゃダメ。いやめちゃくちゃめちゃくちゃ怖い話じゃないですか。コンピューターが全てですもんね。そうそう、コンピューター計算、コンピューターが答えてる、ね、妊婦さん捕まえて、いやこの子ちょっと将来的に良くないので生まないでもらっていいですかっていう。ですよね。そんな証拠どこにあんのって言ったらコンピューターで指さすだけですもん。で、ね、87% でこんなになっちゃうんです。でもそれ自分映画でやってるよ、多分そういうの。ああ、その下りを、その下りというか、あのでもそうなるよね、普通の発想としては。何もしないのに捕まえられて、ふざけんじゃねえみたいなことを、はい、やってるよ。でもふざけんじゃねえって暴れた時点でそれまた犯罪だもん。まあね、でも納得いかないよね、お前も捕まえたら。それは納得いかないですよね。何年くらいですか。ピンとこないなーって5年後の犯罪作品に捕まえられてるなーって。それがもうね、3日後に計画してたこととかだったら分かりますけど、まあ、なんで分かっちゃったんだろうって5年後何も自分の中で思ってないかと思う。5年後西尾さん銀行強盗するから捕まえますって言われるので死ねえよ死ねえそんな勇気ねえよと思うんですけど、5年後経ったら、まあでも来んだろうね。要は10年前、今の科学って信じられないね。iPhone とか、機能とか。まあ、携帯電話があるしね、そうですよね。データの何バックアップの量がすごい増えてるとか、うん、そういうのもやっぱり昔、通信速度上がってるとか、そういうのもやっぱり、そうね、昔では考えられなかったと思う、ね。ってこと、捕まるんですよ。でもそしたら、良くなるんですか。それは分からない。どうする、それは分からない。何がいいかですか。じゃあ一体それ何に支配されてる。結局コンピューターに支配されちゃってる、うん、そうか、ジャッジするそう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 、そう最終的にも全然いい世界とは僕のは思えないですけど、ね、そこにもし AI が入り込んじゃったりしたらコンピューターもミスジャッジというか意図的なジャッジを出すっていうことです。だからコンピューターをこいつは将来破壊するようなやつ、はい、だったら AI は殺すよね先にね、はい、自分の邪魔になる、ね、そういうこと、そういうこと。まあ、ターミネーターの時この話がね、そうねまあだから過去の SF が現実ってことですね。そういうこと、ね、そう本当にこうなったら怖いね、こうなったらエンターテインメントだねってことが現実になっちゃってるってことです。ああ、なるほど、これはこれは笑うしかないですよ。まあ、僕らが生きてる時代は、まあ、そこまではいかないです。来るんじゃない？行くんですか？もう間もなくだって。間もなくなんですか？もう間もなくだよ。早いよ。もう子供孫の時代じゃないんですか？早い早い。怖っ。すごい悠々見て考えてました。なんか、進化の速さっていうのは、ね、スパイラルみたいな形で表現されたんだよね。こういう。あの渦巻きみたいな下でこうキュッとなっちゃう。あの竜巻広がってくる。そうああいう速さの進化の速さ、だから地球が生まれてから何十億年経ってやっと人類が出てきてやっと文明が出て火が使えて道具使えてね、そこから何兵器ができて農作物自分で作ってで今度機械が発明されて、はい、ロボットコンピューターができてここからキューッとなってるんですよ。最後なくなるのおっとえ、なくなるんですよ最後。いや、俺このままで嘘の先ちょっとどこ行っちゃうかってなくなるって。うわでもそれ点になっちゃう。そうだから進化の先ってもう何もなくなっちゃう、破壊しかなくなっちゃう。うわえ、それが今回の答えですか。うん、まだ違う。それとは違う。それとは違う。このそれはもう、なんだろう、第三者的な目でその世界を見た。ああ、進化してったら無理なの。点とポンってなったらもうそうだね。それでも破壊
なし。進化した結果、なし。まあまあ進化した先にはもう破壊しかないんで。まあ進化がないってことですね。そう、もう進化しきっちゃった先にはもう破壊しかない。ゴールしたらもうぶっ壊れるじゃん。そう。破壊ってことは現実で言うと、滅びる。滅びる。人間。地球がポーン。なのか。人類がなくなる。まあ何かしらで、コンピューターにやられるとか。ってことは恐竜は？恐竜も長かったよね、ずっと。ね。でも何もなかったよね。そういうこと。何もなかったでしょ。その前に出て、いやいやいや。あれじゃない。でもあれも進化の一つでしょ、多分。あ、そういうこと。要は隕石が落ちてきて、それでまた地球のあれが変わったわけでしょ。生態系みたいな。そこで新たに生まれたものもあるだろうし。で、多分俺はその時重力がものすごく軽かったと思うんだよね。だから恐竜がでかくて、動けてた。そうか。うん。今の大きさ、この重力で、あの恐竜の大きさだと、ちょっとしんどいらしいんだよ。歩いたりするっていう。なるほどね。なるほど。だから、実際どうかは知らないけど。はいはいはい。まあね、そもそも。昔はほら、いろんなものがでかかった。はいはい。いろんな生物、植物。はい。それはきっと重力が今より軽かったから。なるほど。っていう。同じ力でも、いい時代とか。深かった。そう。だから大きくなる。確かに、すげえでけえものとかって、建造物以外ないですもんね。そう。生きてるもの。うん。植物とか。そう、昔の何、原生植物とか、シダ植物とかすげえでかいじゃん。こんなくるくる回って、こんなあったでしょ。ジュラシックパークの葉っぱとか木。そう。無駄に。そう。海は関係なんですか、重力。海は。海も関係あるのかもしれないよね。俺もそれわかんないけど、全然研究しないから。まあ、海の中は、まあ、クジラもはじめ、でけえものがいますもんね。まあ、海はね、そうね。今の海はね、重力少ないから、ね。ダイオウイカと。そうか。そう、だからでかくなりやすい。なりやすい、うん、その、押さえつけのあれが弱いから。そう。っていう話だ。でか。進化。じゃ進化。進化は別にいいことでも、いいことでもない。あんまり。だけど、どう今幸せ？昔に比べて、小学生くらいの何もない時に比べて、今、物が溢れてる今って、どう？物の考え方ですけどね。いざ本当に昔この状態で昔に戻ったらうわめっちゃ不便じゃん。それは不便。絶対思うと思うんです。でも当時の何も知らない時でも別になきゃないで別に毎日友達とグラウンドで野球してても、はい、それはどれでもあれして欲しかったし、はい、ゲームとかに関しても別にファミコンでも全然あのクオリティのファミコンでも全然楽しかった。楽しかったです、ね、みんなでテンションが楽しくやってたんですけどね。まあ、今が別につまんないわけでも全くなくて、うんうん、今は今で、ね、楽しいのものが根本が変わってる気はしますよね、うん、そう別に全然あの時はあの時で楽しかったですよね。あの時はあの時で絶対楽しかったです。子供は子供で昔が良かったとも別に言い切らないんですけどね。どうなんですかね、人のものの考え方が変わってきてるのは確実ですよね、うん、進化によってね、はい、いろんなものの進化いろんなものの進化によって、うん、変わってきちゃった、まあ、時間も変わってきて、今ほど世界が殺伐とはしてなかった気がしますね、昔は。今はね、見せるのかな。まあ、世界情勢もありつつですけど、でもなんか、ミサイルとか関係なしに、そことは関係なしに、あの人との間がちょっと殺伐してるような気が。そうなんだよね、情報社会が、うん、まあ、すぐ炎上するとかも、ね、そういうことにつながってる気がします。あ、それはすごいよね。人の余裕がないっていう。それこそネットのね、そうね、いろいろ起きますもんね、うん、だからそれも進化がもたらした。そうだよね、破壊に向けての一つなるかもしれない。そうだね、問題事が多くなる、はい、監視されてる感って、はい、昔のその進化がない状態だと監視もできないですから、ね、そうそれぞれが人が何やろうか関係ない、はい、なるほど。記録する媒体も持ってないですからそれぞれ、うん、今もこの携帯一つで P で人間らしさっていうのももしかしたら
だね、ロボット化してるかもしれない。まさしく、まさしく。だって余計なことできないわけでしょ。はい。まあ、すぐなんか、はい、あれしちゃされちゃうから。アイスボックスにね、アイスのコンビニアイスだから入って怒られたもん。そうそうそう。すぐ戦って、すぐ。まあ、あれは、あれは若者ですけど。でも、でも昔はやってた人いるんでしょ。もっとひどかったと思う。はい、もっとむちゃくちゃやってた。そう、むちゃくちゃやってたと思う。知らなかっただけで、そうそう、だから夜に出てこなかったから、はい、近所の誰々さんがぐらいのレベルで、そうですね、はい、ご近所さんの噂話、あそこの悪ガキは何々してとか言ってたけど、そうですね、今じゃね、まあ、でも今生まれた子は今が当たり前なんで、そうだね、はい、どうなんですかね、分かんない、まあまあでも、それなりに対応していますもんね。うん、2017年なりの、まあね、まあ、そうではありますけどね、やっぱ個人的にはやっぱその怖い感情が非常に大きいですね、その機械化ね、の部分は、うん、でもまあきっとこの世界は俺はコンピューターだと思ってるんで、あ、そも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 ゲームの世界で生かされてると思ってるから、はいはい、もうだって今ほらゲームとかそういうの多いでしょ、オープンワールドみたいな、多いですね、自分で、はい、動かして人をいろんな好きなところに行って好きなことをするっていう、うん、それと何ら変わらねえんじゃねえかな、現実がだってこの間テレビで出したんですよ、ジップかなんかで、はい、みんなこれつけて海外旅行 VR どういうことですか、いや飛行機みたいなこの部屋にシート並べてみんな座って、はい、途中からこれをつけて海外旅行でアナウンスして、全部ツアー組んでやっちゃって、面白そう、で混雑はしない、うん、そうね、で時間も移動ははしょれる、うん、それで普通にみんな何十人だか座ってみんなこれやって喋る人だけがお姉さんがいろいろあれしてアテンドして、名所を巡れるってことですか、名所を巡ったりとか、だから遊んでみたりとか、そこでどれぐらいまで体験できるんですかね、そしたらなんか、ほら、若い人が、おじいちゃんとかおばあちゃん、自分の親とかがもう肉体的に引きに行けないから、そういうところを体験させてあげて、だけど世界のいろんなところを見せてあげたい、そう、トータルリコールだね、また映画が、また映画が現実に、そうそう、はい、だからそういうのが普通に今、街中に沖縄で行われてるんです、夏休みの企画として、いいね、それ、あ、だから どこまで簡単にできる、本当ですね、どこまで簡単にできる、でもそれを言うと今度人間だってそうなんだよね、お、記憶がないだけで自分で設定して生まれてきてるわけだから、あ、そっか、うん、要は自分で設定してバーチャルのグラスをかけると同じかのように生まれてくる、それは前回の、魂浄化する、そう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 、そうか、それと同じじゃない？そうか、ルートツアールートがもう決まってない、人生で。人生のルートツアーを自分でこう仕込んで、そうですね。で、このイベントわーわーわーするスケジュールでかけて行ってきますって記憶消されてここで生まれてくる。そうか。っていうバーチャルの体験。スタートだ。わあ。で結果この生きてるうちは自分が決めてると思い込みつつ全て決まっているなのかもしれない。すごい。まあだからそうなってくると今の俺が何なのか分かんないですけど。またそこに戻りますよね。あれは今コンピューターなのか、あれ俺は誰が作ってるんだ、俺の意思決定じゃないのか、いろいろそういう話だよ。心理が分かるとそうなんでしょう。自分で決めてる、いや決めてないの。魂の中で俺は決めてた、いやなんだっていう、そので、この仏教にそれ変えるとそんないいから難しくないいいから好きに生きなさい、そう、好きに生きなって感じ、そもそもこれは生きてるのかっていう話なんだ、そうだよ、結果そうですね、生きるって何だろう、そうそう、生きるって何だろうって話、ね、生きるって何ですよね、うん、これややこしくややこしなんていうか、ややこしいのあれですか、もう全問答みたいな、いや、永遠に終わらないですか、そういうこと、もうずーっとこの、そういうこと、そういうこと、ただ永遠に終わらない話が今日近田さんは真理が分かってるっていうのを聞いたんだ、衝撃的だよ、いいの言っちゃって、
もうそこの下り大丈夫、こっからもうあれだよ、見てる人消した方がいいよ。おお、あ、だからこの後いよいよ重大になってるのかっつって、ここで CM 入れる、一旦一旦一旦入れましょう、一旦 CM 15秒後衝撃の発言が、見ない人は見ないでねっていう、一旦スタジオ多分降りると思うんで、そこで判断してもらって、そう、ただ見るか見ないかは決まってるんですけど、そうなってくるとあれですね、見るか見ないかはあなた次第、あなた次第、都市伝説みたいなあなた次第ですが、実はすでに7秒前に決まってる、だからそれを始めると思うとややこしい、あれ何秒前に決まってるの、そうかそうかそうかって言うと、いやでもこの意思決定は俺が決めた7秒前よりも前に決まってるんじゃねえかって言うと、これをつけた時点で、これにデータを入れ込んだ時点で、そうです、でもそれは俺が決めたのでそのルートは俺が魂の段階で入れているとか、そういう話です、そうですその考えに終止符を今日打たれますから、そうそう、じゃあちょっと CM の後、うん、お楽しみに、そうね、はい、起きてますか？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 僕は聞いてましたよ。はい、はい、視聴者の皆さんが起きてないんじゃないですか？そうですよね。あんまりやっぱりコメントもやっぱり伸びは鈍くなっておりますけども、ん、けどこういうコメントを見るとやっぱ知ってる人は知ってますね。だから好きな方がいらっしゃるんでしょうね。ね、さっきからちゃんとこうマイノリティリポートとかフィリップ K ディックとかちゃんと出てきますからね。うん。その中に橋本真也の破壊なくして早々なしとかそういうのまで紛れ込んでるという、はい、なんと幅広いお話になってるんだろうかということでございます。いや実はですね、私今はちょっと離脱しておりましたね。そうですね、はい、いや河野さんはずっと見てたんですけど、はい、私はちょっと他にもいろいろやることがあってですね、だから今仕事の時間ですかね。仕事というかなんというか、健康はあれですよ、この24時間レスランの後にですね、明日のもう今日の24時になったらオールナイトニコプロがあるんですけども、はい、そのオールナイトニコプロで G1 クライマックス の振り返りをやるので、今年優勝しました内藤哲也さんのテーマ曲をこの場で弾くという任務がございまして、それの練習を今してたという、それを練習してる間に近藤さんの説法がずっと進んでいたというやってことだけど、まだあれですよ、はい、もう最後完結編ですね、西野さんね、はい、この後完結編の第3部が、対策が、じゃあこれはちょっと僕も見た方がいいですね、これはね、いやもう最後ゴールに、はい、真理がようやく、はい、はい、近藤修司が語る、大きなちゃんと結論が出るってことですね。結論が出るんですね。本人の中で、わかりました、はい、じゃあこれは僕もちょっと見ないといけないですね、これね。そうですね、はい、せっかくですから見ていただきましょう、はい、せっかくだからと、せっかくだから、はい、はい、お願いします。だから曲を聞いちゃった先生、曲を言っちゃう、先生お願いします。いいの曲を言っちゃって、そっから多分それについて話せない。そっか、曲を言っちゃうと、まあ人間いろいろありますわな、生きてたら。改めてです、それはもう決まってることなのかね、自分で選んだ道なのかわからないけども、はい、意思決定をね、どっちかしてるのか、まあ結局感情にね、いろいろ揺さぶられちゃって、いろんな思いがあったり、ね、しますよ、きっとみんな、人間って、結局ね、言ってしまうと、もう死んだら終わりだから、もうすべて終わり、何もなくなるわけですから、私が死んでしまったらいろんなことをしてきた、悪いこともいいこともしてきた、でもそんなもの一切ゼロ。死んだらゼロ戦です。死んだらもう何もかも終わり。終わり。そう。だから辛いことも楽しいことも、お金を持ってたって、ね、お金はなくたって、死んだら全部終わり。まあまあ確かに。うん、貯金いっぱいあるわけで。唯一人間で平等にされてるのが死ぬこと。死ぬことは絶対に来るから。どんな人でも。まあ金持ちもね、偉い人も。
で生まれるのは差別というか不公平があったりする。どこに生まれてくるかによって、どこの国によって、親がどんな人かによって、もうそれはこっちでは決められないわけでしょ、はい、でも死ぬことに関してはみんな一緒、まあ、若干死に方が違うぐらい、死に方違う、でも死んだら一緒、殺されようが、自殺しようが、死ぬ向こう側はみんな一緒、もうこの世界でやったことなんか何にも、何にもゼロ関係ない、関係ない、いくら頑張っても、いくら頑張ったって関係ない。その頑張ったって誰が決めたの、誰に評価されるの、それは頑張らなくても、頑張らなくたって一緒その後確かにその後の世界にはでも名前は残りますよね、頑張ってきた人っていうか、まあ認められてきた人っていう、多分普通に人生を全うすればそれで十分だと思うんだよ。別に後に自分が生まれてきた課題って何だか分かんないんでしょ。分かんないです、うん、だから死ぬまで生きればもうそれで正解なんじゃない。だって何を思って頑張ったか、よく私頑張ってます、うん、自分で言っちゃうやついるけど、うん、なんそれって思う何をどう頑張って、それはてめえの判断で、そうてめえの物差しで頑張ったって感じですけど、それを自分で言っちゃう、うん、ね、はたから聞いたら、すべて言ってるやつが一番頑張ってないとかしたことじゃない頑張ったらハードルが低い、そうそういうこともあるから、うん、だから何を思って頑張ったと言えるのか、ああそれは分からないし、うん、でもそうなってくると頑張らなくていいと思うんだよ。そう頑張らなくていいですね。じゃでそれは自分の物差しだって、そういうこと関係ないですよね。そうそう、であとはそれに自信を持つことね、うん、なんか絶対どっかで自分の概念の中に頑張らなきゃいけない、頑張らなきゃ成功しないんだみたいな、多分どっかにある、それが邪魔してるんだと思う、うん、それなんですかね。まあそれはあれか、いろいろな思い込み、洗脳なんかね、いろいろ言われてくる、子供の頃から言われてる、そう、テレビとかでも親とかにでも先生とかにでも、勉強頑張るんですか、頑張れ、教育環境ですね。そこを否定できれば強くなるかなと、人間は。いや頑張らなくたって別になんとかなっちゃうよねっていう強い信念があると本当になんとかなる。それが前回思うことが思うこと、信じ込む、信じ込む、信じたらね、それは現実になりますから、そういうこと。でも頑張んなきゃなんとかならないっていう、どっかであると思うダメだよね。うん、だからそうですね、それは 100% 信じれないからならない、そういうこと、そういうこと、そういうこと。道徳の授業とかで刷り込まれますか。刷り込まれちゃう、あれ良くないんだよ、うん、生きてる間にね、徳を詰めとかね、いいことしなさいとかね、人のためになることしなさいとか言うもんね。まあ、だからもう死ねばもう全部何なの好きなように生きろってことよ、いつも言ってるけど、まあ、別に死ねってことじゃないですもんね、もちろん死ねってことじゃない、当然のごとく自殺はダメだよ、はい、自殺は上がりにならないから、このゲーム、あー、うん、このゲームの上がりじゃないから、リセットボタン押しちゃってるから、またゼロからになっちゃう。ああ、なるほど、途中退場か、途中退場はダメだ、もう一回最初から、もう一回最初から辛い、死に戻る、だからこの世の苦しみから解放されたくて自殺を選ぶっていうことはダメだ。そう、また同じことがあった、また同じだよ、また一回は絶対地図ゴールしたから、一回ゴールしてれば、一回ゴールしたらもうそれ以降はもうないのかな。そうですね、それでもまた違うルートで自分で選んでっていうことはあるんです、うん、前回話からするとゴールしました、一回本当に何もない、何でもできちゃう自由な身になるわけ、自分が思ったことがすぐに実現してしまうっていう、夢の中の世界で言ったらね、になる。で多分きっとそれって飽きるんだよ、やりたいことが何の苦労もなくできるって何にも面白くないんだよね。でその面白くない人生に飽きてまたこっち不自由なこの世界に戻ってきちゃうっていう、いつまで経っても勉強できないみたいな人だよね。そうだよね、うん、だから障害が欲しくなってくるんだね。そう
そう、何もできちゃう、何も辛いことがないと人生はつまらないってことで、それ行こう。じゃあ手稼ぎ、足稼ぎがいっぱいある方が楽しいと思うじゃん。障害がある方が楽しいと思う。よく言われる、その今の行いが次のものにつながるよみたいなっていうのは、あれは真実ではない。じゃないんじゃない。そんな勝手に誰か宗教の人が作ったんじゃない。だって宗教臭いじゃん、言ってる人が。非常に思います、ね、何がいいことなのって話だよ、はいはいはい、ねえ。まあそうですね、その物差しもすり込みですもんね。そうそう、そのさ、誰がそれ物差ししてんの。まさかエンマさんがいるのっていう話でしょ。エンマさんがいるじゃん。エンマさんがジャッジをしてるジャッジメントが、はい、君、はい、君、はい。そうそうそう、そんなわけないじゃん。漫画の世界のエンマさん、エンマさん、まあ、当然のごとく天国地獄もないし、はい、ございませんと。ない。もうだから全て解放されたところですよ。肉体もう全て肉体じゃない、俺らって。何が辛いって、うん、で脳もそうだけど、うん、この閉じ込められてるわけ、うん、言ってしまう。言って飛べないってことで絶対不自由じゃん。そうですね、そもそも地上を歩かないといけない。歩かなきゃいけない、うん、そうそうそう。あとどっか痛くなったり、年取ってきてだん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 こう機能が低下していったり、ガタくるしね。そう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 、食べなきゃいけないとかさ、うん、記憶ができない、うん、それってすげえ不自由じゃない。そうですね、そも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 、そう当たり前だと思って。この乗り物自体があるからね、キーになりますもんね。そういうこと、摩耗していって、そうそうそう、老化していくから。そうそうそう、だんだん不自由になっていくわけでしょ、うん、そうですね、ずっと新品がいいもんね。そう、一番いい時期は本来はそうですね。乗り物としては、うん、痛くなくてね、体もね、すぐ壊れちゃう。すぐ壊れるんだよね。すぐ壊れるでしょ、結構ね。え、風邪ひくなって壊れた。そういうこと、そういうこと、なかなか壊れちゃった。で、あれですよね、そのコンピューター、世界コンピューターで、今 現状人間が新世界を作れるところまで来ているとなっている中でも、命だけはどうしようもないですよね。魂って言われるものかな。あ、うん、そこ、命を延命とかそういう部分のことは実際はできない。あ、できないでしょ。でも決められてるでしょ、はい、自分がいつ死ぬかっていうのは。もう多分これ今でも分かるじゃない、計算すれば。あ、なんだっけ、テロメアとかっていう物質があって、それはもう何回かしかこう入れ替われないのは、もう遺伝子なんで決まってるの、はいはいはい、でその回数が来ると、はい、もうそこの機能はストップ。要はガンだよね。ほう。だからもうこの肉体はもう、もうここの部位は終了です。終了です。終わってしまいました。うん、っていうこと。テロメアっていうのを何回こうできるって回数が決まってて、今その研究がされてる。へえ。それを伸ばすのか、はい、あのこの。回るあれをゆっくりにする、抑える薬も開発されてるけど。なるほど、うん、決まってた。だ、もう決まっちゃってる。あと俺70回でね、ここ壊れちゃうんだよ。そうそうそう、そういうこと。いや、わかりました、これは薬飲めば20回は。そういう可能性も出てくる。まあだから、その究極の答え、平等なのは死だけっていうことが分かることで、あれですね、その生き方を。死ぬために、絶対死ぬもんね。そう、だから死ぬために生きてる。死ぬために生きてる。そう、だからあのエヴァンゲリオン見てる人分かると思うけど、はい、見た。僕見てない。見てないのか、はい、見てないの。最後のドラマとか30分の時の最後、はい、カオル君がわけの分かんないことで死ぬのよ。ほう、それは本当にわけわかんない。わけが多分見てる人がわけわかんないと思うんだけど、要はなんだっけな、生は死に値するみたいな。ほう、うん、訳すと自殺はできないけど、殺されるんだったら死ねるからいいみたいな。ほう、いうようなことを言ってるの。はいはい、要約すると。要約すると。はいはいはい。多分それ何から来てるのかわかんないんだけど、はい、でもそういうことだと思うんだよ。自殺はダメだけど、うん、殺される分にはこの人生が上がれるから、うん、ゴールできるからいいんだと、うん、そういうこと言ってんじゃないのかな。ああ、はい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 。それをあれだね、アニメのエンディングで出したから、
でだからエヴァンゲリオン面白いんだよ、深いんだよ、すごいね。そうか、殺される、殺されるは人生が終わったことになるんですね。そうそうそう、うん、自分でリタイアじゃないから殺されちゃうわけだから、まあそういうルートってこと、ね、そういうルートで上がれたルートの着地がそこにしちゃったんですよね、上がり結構だから本当にこれ見る人によってはだいぶ受け止め方を間違えるとおかしなことになっちゃう、まあ、自殺したらダメだよ、本当に自殺はもう苦しいだけだからね。そりゃそうですね、うん、なんか よく聞くのは自殺したシーンを自分の寿命が来るまで何回も繰り返すって、わかる、だから飛び降りをしたら、その自分の本当の寿命が来るまでずっと飛び降り自殺をし続ける、めちゃくちゃ嫌ですうわっていう、あれか、子供の頃に死んじゃ自殺したら例えばその人の70まで生きてたら設定して何十年間ずっとそのシーンをやんなきゃいけない、辛すぎますね。だって子供の頃自殺する子なんてもういじめが原因じゃないですか。そうそう、だからずっと飛び降り、いやもう救いがなさすぎますねそんなのってでも自分の本来のゴールはもう70とか80に設定しちゃってたら、そういうことそういうこと、それまでずっとそれをシーンを繰り返せる、いやもうただバグったからね、絶対だめだそのシーンがバグったからね、だから地獄だよねそれ、絶対ダメだもんそれは。まあそれはあくまで噂だから、ね、知らないけどそうまあ自殺させないための話っていうかもしれないですね、はい、俺わかんない、まあね、まあまあでもそれはあんま良くないな自殺はな、まあ当然良くないですけどね、だからちょっと物の考え方のためのその心理というところですよね。違うよそんなのどうでもいいんだよ死んだら死ぬことだけが平等、はい、全部全ての人間どんな人間にしたってやってくるやってくる、うん、天皇にしたってホームレスにしたって大統領にしたってみんな平等に死を訪れる、はい、一回は死ぬもんね、うんうん、死ぬ、そうですね、死ぬのがゴールみたいなもんですか。そうですね、人間は結局死ぬために生きちゃってる、生まれてきちゃってる、死ぬのになったら生まれなきゃいい、そういうこと、でもつまんないと思うんだよ。なるほど、何でもできちゃう世界って、だからすげえ今お金持ちになっちゃったら多分つまんないと思うんだよ人生、うん、何でも好きなものは買えて、うん、好きなところに行けて、うん、好きなものが食べれたらなんか何も刺激なくない？確かに。あれが食べたい、あれが欲しい、あそこに行きたいとか、そういう欲求があるから頑張る楽しい、そう、未来をこうね、想像して達成してやってみて、それが人間じゃん。なるほど、だけどそれの全てなくすってことは全て逆にあれだ、全部できるから楽しくないんだ。そう、楽しいことが全部できるのに楽しくない。そうですよね。いや今楽しいと思えることが全部できるのに楽しくない。そう。多分一回は全てやるんじゃない。そうですね。いろんなことを多分死んだ時にやるんだけど、じゃあそんなのねえ。結局虚しさだけが残せるようになっちゃう気がします。そうそうそう、できちゃうからさ。全部できる。うん、できてできたな。どうやって。そう、だってそんな車乗り回したって。いくらなんだって別にじゃない。人の心も勝手にですもんね。思えば、そうそうそう、思えば慕ってくれるようになったら何も面白くない。そうそう、そういうこと。そうか、はい、別にね、羨ましいからでもしないしね、はい、まあ俺も思えば乗れるしそう俺も会社で乗れるしってなったら別にいらないよ、ねで、思ったらそこ行けるし、車乗んなくても瞬間的に行けるからその人生は確かにそう、はあ、つまんないんだよ、きっと結局あれなんか障害というかそういうのがあった方が面白いな、障害物競争だからゲームあクリアしてた方がスーパーマリオやってます、何もなんかゴールでまさに肌に行っちゃって何の面白いもないゲームでしょでも飛んだり落ちたり敵ができたりするから面白い、そうですね、それと一緒なんだ、ひたすらスター状態ってことですもんね、あのそう、スターで何もない地平線を見出してずーっとゴール何も落ちない何にも面白くないっていうこと、うん、面白くないでしょ、それは面白くない、それ人生とも一緒でしょ、
それはあれですね、大変なことがあった方が面白いっていう、超えた時はね、そうそうそう、これ難しいなってのをクリアできた時が面白い、それが多分人生だと。でも自殺だとひたすらでてて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 自分で落ちちゃう、しかもそれが永久的に永久ゴールズ、完全に完全なバグです。そう、ああやだね、嫌ですね。そうだね、そしたらもうゲーム機壊しながらずっとでてててててて死んでたら、ああ大変なことになっちゃったな。だから結局はそのゴールに向けて好きなことを自分が思うことをやるっていうのが、そうそうそう、それが困難だったらそれはゲームとして楽しむべきな困難じゃない、うん、嫌なこと、例えばスーパーマリオで言うと、あの動く雲とかすごい嫌じゃん、難しいタイプ、動く雲すごい嫌でしょ、嫌ですね、なんか降ってくるし、そうそうそう、そういうのをね楽しむ、難しいけど、よっしゃクリアしてやろう、ハンマーブロスだよってことも嫌でしょ、嫌だハンマーブロスは本当に嫌だ、ハンマーブロス嫌でしょ、ハンマーブロスは本当にさーっと逃げたっていいんだよ、はい、下を通り過ぎて、そう、下を通り過ぎてさーっと逃げることだっていいんだよ、全然、はい、でもなんとなく一回踏みたいって言われる、そうです、下から倒して下からバーンってやってやりたいっていう気持ちよさもだけど、すごい量が取れるそうすごい量、余計の大変なんだ、くる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 取れるんですよ、人生はそういうものです。となると、今日のお話をまとめますと、世界はコンピューターなんですね。世界は量子コンピューター。でも全部計算できちゃう。できちゃう。ってことは、この世界も量子コンピューターでできたっておかしくない。おかしくない。で、今僕らが生きてる世界は、まあ、仮に決まってる可能性もある。決まってる可能性もある。可能性もある。けれども、そこに関して悲観はせずにと。いうことですよね。そうね、はい、まあまあ前回の話から戻すと、多分きっと自分で設定してきたマリオのコースで、はいはい、1の1なのか、そうそう、8の3ぐらいなのか、それは多分自分で決めてきた、はい、うん、難易度はね、そうそうそう、でそこはあくまでも無あれなんですよね、無意識に決めるんですよね。いや、向こうにいる時は多分意識的に決めてる、自分が決める、そうで、記憶がなくなって生まれてくるでしょ、はい、だから今回ちょっとハンマーブロス嫌だなっつったらハンマーブロス省いた、ハンマーブロス出ないからこっちします、前回の人生ハンマーブロスにいたから今回の人生ハンマーブロス倒してやろうっつってたくさんいるかもしれないで、生まれた瞬間にもう記憶はないなくなる、消去されてない、でもたまにバグで前世の記憶っつって生まれてくるでしょ、前世の記憶がちょっとなんか違うゲームコースの話を、そう、あの覚えてたり、うん、コンピューターのバグじゃない、なるほど、うん、やっぱコンピューターバグだね、バグるバグるそうそうそう、バグで説明ができちゃう、ああデジャブとか、ああ、うん、これ経験したことある、バグじゃってただのっていう、それはただ別にあれだ、過去の何かがやったことあるコースに同じコースだったんだってことか、一瞬でもそこの場にいたから、うん、要は時間って過去から未来に流れてるようだけど実は違くて、ほう、全部細切りになってる、ああ、前話されましたね、はい、全部繋がってるから細切りになってて、で、まあ、勝手に俺らこの人間って体が過去から未来に向かってるっていう風に感じてるだけで、うんうんうん、量子の世界になると未来から過去にだって向かってる量子は、ってことは何かっていうと、今ある自分が未来から影響を受けて生きてる可能性もある、ああ、そうかそうか、前前前本当は全て過去からだと思ってる、はい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 、我々は、でも量子の世界は違って、はい、未来からも影響を受けて生きてるっていう可能性がある、はい、前焼肉屋でお話聞きました、ゴールありきのね、はい、今俺は喉が渇くから、この先喉が渇くから先に水分不足になるかもしれないから飲んでおくと、ね、はいはい、この先お腹が減るから食べておく、お腹が減ったから食べる、どっちって言うんですか、うん、でもその食べる行為はもう7秒目に決まってる一体何なんだ俺
ちゃってるからもう未来の影響もそうかすげえ分かんなくなってきますねそうだからもう自分なんてないんだよまあまあ統合するとそういうことになりますよね言ってる自分なんかないの結果そう結果あそうか意思決定はしないと自分ではしないから、まあ、自分でしてるんだよねどっから来てるのかは、うん、意識じゃないそれは意識して決定してるわけじゃないだからそれが未来なのか、その生まれか生まれ前の、なんかそのルート決めた人なのかわかんないけど、そういうさ、でも本当に過去かもしれないし、わかんない。そう。もう真実はわからない。死んでみなきゃわからない。で、一回死ぬしかない。そう。死ぬのが、一回ゴールしてみないと。わからない。答え合わせができない。死ぬことがゴール。なるほど。ゴールというか、人間はとりあえず一回死ぬことが絶対。それだけが私の、うん、でも死ぬちょい前ぐらいにいや頑張ったなって自分の人生頑張ったなって思うのその直前ぐらいじゃん、うん、あの死ぬちょいぐらいまでに人間としてやったな俺って思えるのはその直前ぐらいしか思えないじゃない、まあ、いつ来るか分かんないし俺どこで死ぬ設定してるか分かんない段階では分かんない記憶消しちゃってから分かんないね、うん、そうですよね、うん、俺7、80で行くのか、100まで行くのか本当だよ分かんない確かにだからゴールも設定してるものゴールも設定してる設定してるものそうそうそうなるほどなるほど、うん、ゲームだからなるほど、うん、だけどクリアできなくて嫌になっちゃって自殺しちゃうかもしれないとか自分設定したりするああ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 自殺だけがじゃあ、うん、自殺だけが言ってみたらイレギュラーイレギュラー、うん、そうそうでも自分ではそこをクリアできるというルートを作ったわけでしたその障害を倒せる徹底する上で無理ちゃったかもしれない、ね、無理だったからいきなりブチってきちゃったなるほどなるほどみんなも最終的なゴールまではバグが続く可能性があるそういうことですねだからブチってビーンってブチってブチってブチってひたすらなるほど一回言ってフワッてだから今日のお話で近藤さんが伝えたかったことは、あの決まってんだから考え込むなってことですそう、あの考えたってしょうがない、はいはい、どうせ決まって嫌でも生きなきゃいけないんだから、うん、ということはこれあれですよ今に悩んでる人にはいい救いになるかもしれないねこの一言はもしかしてそうそうそう今現実になんかいろんなものに悩みを持ってる人にはもしかしたら開ける何かそうですねかもしれないきっかけにただ今までお話しいただいたことは全部真実なんですよね知らないそれ研究は科学の話はそう科学の方は本当、はい、でも宗教系の話は知らないそうですねだから最後のゴールのところの部分は別として意識の話はもう本当に研究結果が出てるし、はい、だから意識の部分でちょっと俺って何なんだろうって虚しくなっちゃった人に対しては最後のゴールの部分のお話をちょっと聞いていただいてそう、ね、でも難しいですよ科学の方に行き詰めたら宗教に行くし宗教の話に行き詰めたら科学に行くから結局一個なのかなとかそういう結局一個で言ってることは一緒だったと思うんですよね、うん、だから仏教をお釈迦様はもう分かってたと思ってるねということはお釈迦様はコンピューターなんじゃないですか、うん、でもコンピューターなんかない世界でねあの時代まだ実際歴史にある時代だからね、あの時代ね、うん、だからもう、イテルと一バーッとお釈迦様1個前の人たちはもうすでにっていう可能性あるんですまあ瞑想だろうね、多分あ、でも一切瞑想難しいんだよね、うん、そこに行き着くのは瞑想だと思うで、無っていうのはならないっていうなかなかならないでも無になった時に多分そういう全てが分かるって無になれないもんなまあ、無は無理です絶対無です、俺はいや、だからもうその時点でもダメでしょ無にならないとって なった時点でなった時点でもう考えちゃってるはい絶対なれます寝てる時と違うのかさ寝てる時と違います意識はないけど、はい、寝てるといういや、難しいすごいですね、この1時半か2時間半のはいほとんど見てねえだろうないや見てますね、みんなもYouTube で500円払ってこれ見れるらしい見えますニコボサイバーでついにね、YouTube 内のチャンネル作り始めるなるほどありがたいお話を500円聞けばこのありがたいお話を
で、ニコプロの画面で見るとコメントが流れるのが見れるんですけど、 YouTube だとそれは見えるんです、うん、で、ただタイムシフトがないから永遠に見続ける。忘れた頃にもう一回見たくせよ、もう一回も、この話もこの話も、ただ迷った人は、人生に悩み始めた人はこの動画を見てくださいっていう、はい、考え直してください。ただね、次回は一個ちょっと俺いろんなもの読んでてちょっと疑問に思ったもの、ちょっとみんなに聞きたいんだけど、はい、夢の中で夢を想像して自分がまあ出てくるとしましょう、はい、それって多分自分なんだよ、はい、自分でしょ、はい、自分の意思じゃん、ね、はい、じゃあ例えばそこに他人が出てきました、はい、なんで他人の思いって自分の夢なのにわからないと。例えばじゃあ喧嘩をする夢を見ますよね、自分と誰か他人が喧嘩しますよ、ね、はい、とっくり合いの、はい、で自分の意識はわかる、自分が戦ってる、はい、で自分の夢の中で戦ってるのに、はい、なんで相手のその思いとかはいはいはいわからない。でそれが分かった人いるのかな。おお、でも自分の夢の中の話でしょ。そう、自分の夢の中の話。だからゲームだとあるじゃないですか、あの主観が切り替わるみたいな、うん、相手側の立場になるみたいな、うん、それが夢だったらできるはずってことですか。夢でできないのはなぜ。確かに自分が作り出した操作できない、うん、だって自分の頭の中で、はい、だから相手のでも自分サイドしかって自分サイドしか確かにこう思いがなくない。相手サイドの夢は見たことワンウェイですよね。多分たくさん人が出てきたとしても、はい、絶対自分しかない、ね、主観ですね。それとして何 そこが なぜかっていう。そう、これが次回の次回のテーマ次回のテーマそうだ、まあ、あとスタジオでもちょっと聞いてみましょう。夢そこに関して夢の世界の謎、うん、そもそも夢ってあるんですか。わかんない。確かに、なんで夢って解析されてるんですか。まあもちろん研究はされてる、まあ、脳のあれなんだろうけどね。でもなんかほら、そうですね、マサイ夢とかさ、うん、なんかいろいろありますか、うんうん、ありますよね、夢占い、うん、なんなんですかね。なんかあるかもしれない。なんかある、なんかある、なんかある、なんかあるじゃない夢は。まあ当然あるんでしょうけどね、その深層心理的な部分。そう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 。よく直前に見たドラマとかの影響が受けるっていうじゃないですか。僕も実際ありますし。なんかあれだよね、夢日記つけておかしくなるみたいな話もある、ね。あ、そうなんですか。自分が見た夢を毎回日記覚えてる範囲で日記毎日毎日つける。はい。なんかおかしくなるみたいな。え、現世の。夢の中で夢がおかしい、夢なのか現実なのかが分かんなくなってくるような、そういう、うわ、めちゃくちゃ話オカルトだお話そっか、自分の日記と夢で起きたことの日記だから。そう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 、現実で起きてるのか。そう、夢の日記だから、夢の起きたこと全部書くから、だん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 その怖いな、夢日記。そう、あ、そっか、現実の出来事と夢なの出来事がもうなんかこのままそうそうそう、分かんなくなってきちゃうみたいな。でも夢ってあれですよね、しっかり覚えてるのと、あ、見たけど何だったっけなっていうのはありますよね。起きてすぐ、起きてすぐ、起きてすぐ書き留める、毎日毎日。そうするとだん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 夢の世界がはっきりしてくるみたいな。いやー、でだんだん夢の中で自分の意思を使える。あ、操作できる。操作できる。今は操作できない。そうですね、見ただけ、うん、見て自分が何かやったとしても、うん、なんていうの、走れるのが、はい、足動かしてるのに進まないみたいな、はい、自分の意思じゃないじゃん、はい、だけど自分の意思で好きなところに行けるみたいな。夢日記を続けると、うん、分かんない、そんな話もあった気がする。じゃあ次回のテーマ、夢という。ただ自分がおしっこしたい時に何か取りに行く夢を見るとか、あ、ありますね子供の頃よく漏らしてる。そう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 。で、夢のあるおしっこしたら自分が現実完全に出してますよね。はい、あります、あります、あります。それはすごい連動してますよね、そこに関して。やっぱ体とは連動してるんですよ、現実とは。確かに。でも初夢とかもあるしね。初夢、何々を見たらいい、はい、何なのか知らないじゃん。夢ですね、人間は不思議ということで、VTR 部分で1時間半行きました。
近藤さん2時間も喋れねえよって言ってましたけど余裕で1時間半です。そして次のテーマをもらって夢は俺も分かんないよ。いや そんな話を見て、あ確かにそうだよなと。ってことは分かんないですね。これでまたどっかにいるかもしれないですよね。そうなんです、どっかにいるかもしれない。その夢の中で自由に動けますよって人がいたらちょっと知りたいですよね。知りたい。まあ、それが幽体離脱のかもしれないしね。幽体離脱今度すぐ来たらまた、うん、ザ・タッチが幽体離脱、ああそっか、寝てるけどみたいな。寝てるけど自分の好きなことができる、自分が経験したことないですね。寝ぼけてるのとは違う。寝ぼけてるのとは違うんです。いろいろいけますからね、幽体離脱。老人の徘徊とかも飛ぶからね、飛べちゃうからね老人の徘徊だって面白いですね。実はだって老人だって徘徊するでしょ、って意識ないもん、わーっと歩いてるでしょ。無遊病とかですね。やばいね、はい、あれだって怖い。ではこのありがたいお話は本日は終了ということで、2017年の、はい、横浜舞台前のいいお話がこれにして終了で、はい、2018年のビッグマッチ前は、夢の話、夢の話まあ信じるか信じないかあなたです。ありがとうございます。はい、いやけどこれ第3部はですね、うん、結構いろいろ語れますねこれはね。あ、本当ですか。まあ、割とほら身近なこと言ってくれたじゃないですか。あんまりこうトピなことですか、我々の日常とかけ離れたことじゃなくて夢とかその死とかっていうのをこう言ってくれたんで、いろいろ考えるとこありますね今の話はね。あ、本当ですか。まあ、あとやっぱり思ったのはもう今からでも横浜分隊のカードを変えて大岡健太近藤俊也やるべきだなと。はい、頑張れプロレス対頑張らないプロレス。だからあれ、分隊じゃなくても別の場所でも、まあ、別の場所でもいいんで、はい、はい、もう場内が二手に分かれるっていうね、頑張れっていう方と頑張るなっていう方の二手に分かれるっていう、そうですね、対立図式がこんなにはっきりしてるとこがないっていうような感じのシングルマッチ見れるんじゃないかなと。ね、書いてましたもんね、コメントに、頑張れプロレスはどうすんだそう、だから今の大岡さんが見たら相当大岡さん激怒すると思いますよこれ。本当ですか。頑張るのは何が悪いんだみたいなこと絶対言い出すでしょうから、はい、ぜひちょっとやってほしいなと思いますけど ね、せっかく横浜分隊に大岡さん来るのに、試合出るのに、まあ、それとこれは別もね、それとこれは別なんだ、まあ、あのタックのベルトを狙わなきゃならないですからね。はい、であとやっぱ死んだら無になるっていうのは僕も同じ考えですね。そのゲあのなんか次のなんか生まれ変わって何かみたいな、はい、僕はあんまりそういう感覚じゃなくて、はい、なんていうか体自体はもう消滅するわけじゃないですか、はいはい、けどやっぱりその、人のこう思いっていうのは、思いってもともと無形じゃないですか、形のものじゃないですか、だから形のものじゃないから、こう体がなくなってもこう思いっていうのは多分この辺に浮遊してるんですよ、なくなっても。でそれをそのまだ生きてるその肉親とか、例えば、ね、奥さんとか、あるいはその旦那さんとかその兄弟とかがここに浮遊してる思いを感知すれば、こう、あ、存在がここにいるんだなっていうのがこう分かるというのが、まあ、一応僕の考えでございまして、だ思いはもうここにもうあの僕らの見えないところ、いや、形じゃないから見えないんですけども、それが残ってるんだろうなって、それがまあ、世の中でこう怪奇現象的みたいな感じで言われるんだろうなという。それ幽霊とかそういうのとは違う、霊ともまた違う、霊は霊でほらなんか実体があるじゃないですか、こう幽霊みたいなの出てくるじゃないですか、けどそうじゃなくてもう形がないものとして世にこう、世にっていうかこの空間とかこうね、そういうところに残っててこう生きてる僕らをこう見続けてくれてると。けど当然見続けてるというその感覚自体がないですからね。そうですね、うん、意思がないわからないですから、ね、わからないですから。だからあとは夢の話やあれですね、僕は結構やってますね自分で、夢操作は、眠りが浅いと自分が今夢見てるっていうのが分かるんですよ。あ、これ夢見てるんだ、夢の中のシチュエーションだなっていうのが分かって、でそのシチュエーションの中でこう割とこう自分のこう持っていきたい方向にその自分のその考えを仕向けるということは結構やってますね僕は日常で、はい、まあ、そんなとこですかね。
で結局結論としては河野さんの中ではどういう結論が出たんですか、このお話は。知らないあのなんかあの西島さんは一応なんか結論は夢ですねって言ってましたけどね、すごいざっくりした結論でしたけど夢ですねって言い方してましたね。でも西島さんもね最後あのまとめて総括して、うん、最後パッと聞いた後にこの数字が、うん、それは知らないけど、ね、そう、ということでじゃあ今日言ったことはあのこれ全て真実ということですったらそれは知らないって言ってましたよね。それは知らないっていう、分からないっていうけどそういう説があるということをまあ唱えてくれたということですよね。だからまあそういう考え方もできるよね、うん、あるよねっていうことじゃないですか。うん、そういうことですね、はい、あとはもうその時な自分がそうなってみないとわからない、まあなったとしてもわからないでしょうね、だって無になるわけだから。そうですね、うん、だからどうなんですかね、頑張れ頑張るなとかの話もなりますし、はい、で一生懸命生きるのか生きないのか死んだ後の世界の話とかもしてましたけども、してましたけども、それはしましたけど無になるって言いながらなんか言ってましたよね、はい、だから最終的にはまあ、信じるか信じないかはあなた次第ってことじゃないですか、ね、そこですか、もうそうじゃないですか、はい、まあだからね、今そうやって研究してる人もいるでしょうし、うん、また逆の方の考えを追求してる人もいるでしょうしね、考えてまあそうですね、はい、まあ、死後の世界があるっていう言う方もいらっしゃいますからね、はい、生まれ変わって輪廻転生でね、はい、生まれ変わるっていう説を、はい、唱えてる人もいますのでね、分からないオカルト系番組の締めかよと であのこっちが振ってもいないのにあれですね、近藤さんこの話は次にって言ってましたよ ね、あの次回はってことで、いや夢についてって言ってましたからね。あるんですかこれ次回、えこれ近藤大説法は次回あるんじゃないですか、またビッグマッチの前にやるじゃないですかビッグマッチの前に僕と西島さん呼び出されてやるんですよ。あ、ね、西島さん、はい、もう僕はいつでも近藤教に入信してる。あだこうやっても第3回があるってことはすでにもうこう決まってることだということですね、これはね。そうですね、はい、そういうことですね、そういうことですね、はい、もう逃れることができないわけです。そういうことです、はい、第3回があるということはもうすでに決まっておりますので、はい、はいはい、というわけで非常にね、2時間半もこれやったんだ、いやー2時間半やってない、2時間やったということでございまして、非常にためになるね、はい、まあはい、あの勉強になった人もいるんですが、はい、まあ、僕の中の結論は、はい、まあ、あの近藤さんは単にエヴァンゲリオンのファンだったと、もうそれが僕の、はい、それが僕の結論でございます、はい、近藤さんエヴァが好きなんだなっていうのがよく分かりました。あ、なるほど、はい、はい、以上でございますかね。そうですね、はい、近藤さんのためになる話はこれでおしまいで、はい、で一旦 CM、 CM それでもいきます、 CM の後は横浜、うん、了解です、はいはい、じゃあそれでは一旦 CM でございます。まだまだレッスル1は始まって月日が短いかもしれませんが、僕たち残ったレッスル1の人間でこのレッスル1もっともっと皆さんが楽しく見てくれるようなレッスル1に変えていきます。今日はご来場本当にありがとうございました。私佐藤つくだろ、9月2日、横浜文化園で、デビュー戦を見ることができました。お前ら、レッスルまで試合してたよ、それでプロレスラーできるのか。変わらなきゃいけないんですけど、その答えが、見つからないっていうか、自分は今できることを全力でやってまず一勝したいです。いろんな形態、いろんな形のプロレスがあって、まあその、まあ、いろんなプロレスというものを、レスラーの中で見せることができたらいいなと思っております。児玉雄介が本気でお前のことを愛してると思ったの？お人よしな、プロレスの意味がちょっと大事ね。必ず防衛してレストランのクルーザー
もっと面白くしていきます。クルーザーディビジョンのベルト、そしてアンディウの首、ただ一つだ。俺はこの1年とちょっとほぼ毎日のように練習して、ほぼ毎日のようにトレーニングして、だけどそれでも色眼鏡で見られて、ふざけんじゃねえぞ、俺らよりなやってねえやつたくさんいるよ。俺は納得いかねえんだよ。今に見てろ、どんどん実績作ってやっからな。まずこのこと汚いやつ全部正義で、全部俺が発症してやるから。なめんじゃねえぞこの野郎。ニューエラ、足のチーム、もう全部かかってこいよ。不満があるやつは全部俺が取る。2人でニューエラに勝つ、そして2人で勝つタイトルを取り、2人の246の新しい道というものを見せてやるんですよ。機材が落ちちゃいます。おお。わあ。CM の途中で落ちちゃいます。カラーが、カラーバーが。やばい。失礼しました。私のパソコンが落ちてしまいました。緊急事態です。緊急事態です。すいません。カラーバー失礼いたしました。いや、別にカラーバーいいじゃないですか。そうですね。じゃあ、まあいいですか。このまま行きますか。そうですね。はい。すいません。CM の途中でした。よっしゃよっしゃ。はい。じゃあもうこのまま次のプログラム、次はあれだ、俺と西島さんの、はい、去年の動物園枠ですよね、はい、これちょっと横浜にロケ行ってきたんで、はい、ここはより緩いです。より緩いですね。そのもういい加減眠いでしょ、みんなね、はい、皆さん起きてますかね、はい、起きてますか。いや起きてないでしょう。もう反応がないってことはみんな寝てるってことですよね。 それではあのあれですよね。ただただそのもしかしたら電源つけっぱなしで起きてますという人もいます。コメントも流れております。起きてる。はい、だから、はい、少なくとも2、4、6名、7名は起きてる。はい、7名、8名は生きてますね。つわものだな。そうですね、そろそろ眠いけど、この眠気に追い打ちをかけるような追い打ちをかける部位を、はい、僕と西島さんでいきましょう、はい、睡眠導入映像ですね。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。西島さん、おはようございます。来ましたよ。はい、ニコプロロケ、はい、24時間対策、そしてなぜかというか来ましたね。そうですね、近いもんね。そう、近かったですね。40分とかかったんです。我々のビッグマッチである。おー、すごいな。見て、なんか来ましたね。まあ、ね、こんな街ですね。とりあえず横浜行きましょう、2人で。今日はどこに行くんですか。どこに行きましょうね。最初は2人でね、はい、最初はまず動物園だったんですよね、はい、動物園だったけど、なんか天気がやばいかもしれないから、はい、水族館にしようって、はい、そしたら意外と天気やばくない。そう、全然、はい、全然大丈夫。動物園行けたじゃないか、はい、せっかくここ来てるから、はい、まあ横浜ブラブラしますかみたいな感じですね、はい。じゃあ早速ちょっとブラブラしましょう。はい、行きましょうって言って赤信号。
ユニシマちょっとセガあるからゲーム。いやいや違うんですよ。ゲームセンター。いやいやセガは東京でもあるんです。あ本当ですか。そうさなんかあります。新横浜ラーメン博物館。ここから歩いては1時間59分であります。いやおかしいですよ。え？なんですかこの看板。だから完全にふざけてる。歩いて1時間でラーメン博物館行けるぞ。いや行かないでしょ。ちょうど腹減るってことじゃん。行かないでしょ。今からこの看板通りに行けば腹減るってこと。行かないでしょ。何を思ってこの看板掲げてんすか。そうですね。腹立ちますね。徒歩1時間59分でどれくらい歩くんですかね。面白いと思ってんすよ。めっちゃ切れてくる。いやもう腹立つんですよこういうの。あ、テオさん世界一の肉まんってある。あ、本当だ。買います。でもめっちゃでも世界肉まんめっちゃありますけどね。あれ今日何個か食べます。世界食べ比べあそこ世界一だったねっていうのをやります。あとほら河野さんの好きな担々麺。担々麺辛いから食べます。そもそも あれよ豚まん創業明治27年。でも世界一ではない。あなるほど。でも世界一めっちゃ並んでる。世界一めっちゃ並んでる。めっちゃ並んでる。並ぶの嫌ですもんね。でも世界一まずいっぱいあるでしょ。きっとあります。河野さんもよかったら買ってくださいね肉まん。買います。だけど僕熱いの苦手なんですよ。以上さんめちゃくちゃ熱いですか肉まん。中華街行って来たことあります。結構新井さんとそうこれ前回ね、はい、レストラン TV の取材かなんかで、はい、インタビュー撮るぞって言われて、はい、横浜行ったっすね。新井君とインタビューのために横浜来たの。はい、まあ、インタビュー通りながら結局何するってなって俺占いしちゃったんですよ。え、しっかりとした占いですか。しっかりした占いというか、まあ仕事を。へぇー、SO中華街で占ったの。はい、あなんかコーナーなんか何店舗か何店舗かやって。どうでした占いの感想は。あのね、7月の後半からね、運気が上昇するって書いてあるけどね。はい、ね、そうでもないですか。まあでもまだ最中じゃないですか、それ上がってる。まあでもそうなんですよね、肝心なね、分担に向けてのトーナメントもね、はい、7月12日でね、はい、運気が上がる前に終わった。それはもうそういうものですよね。知らないですよ。運気が上がる前に行われたから、もうそういうものです。数日早く運気を上げてほしかったですよ、私は。いやだから、あれですよ、それこそ分担はもう上がりきってるわけですよね。大丈夫ですかね。いやだから占いが当たってるかどうかは分かるって。そしたら取れるかな。いやでも運だけじゃないですかプロレス。あそうですか、はい、実力が全て。あ、コンさん世界一の世界一。あれこちらの店の名前ません。世界一の肉まん食べましょうか。食べましょうか。世界一ですか。はい、並んでないですね。なんで並んでないですか。美味しくないじゃないですか。あとあの世界一向こうにもあったんで、はい、同じ店でどっちかは世界2ですよ。並んでる中に。あ、隠されちゃった。お前らには見せねえぞと。敵も敵もお前らに見せる。ああ、見せない見せない。隠されちゃう。見せないですね。いや純粋に蒸してるだけなんですよ。ちょっと買いました。食えますか。めちゃくちゃ熱いんです。触っても熱い。めちゃくちゃ熱いんです。持ってないでしょ。直は触れないでしょ。僕直は触れない。絶対熱いよ。無理無理無理。冷えの待とう。今すぐ食べない。熱いよ。熱々が美味しいに。熱々あの食べなさいよ。いやいただきますけど、はい、これ絶対これもう火傷するの絶対。持てないですもんね。絶対ここ触ると熱いもん。あら、あそこにも世界チャンピオンの店が。どんだけあるんだ。どんだけあるんだよ。いけそうですか。かじれそうですか。そうです。チャンピオンですか。
さん、これ、はい、俺の間違いかもしれないけどさ、はい、ミートボール入ってだけじゃね。お、あれ、いやでも世界チャンピオン、これミートボールマンじゃねえ。いやいや世界チャンピオン、あ、味の話です、味の味や、味どうですか、肉まんだ。いや、コンビニの肉まんとはやっぱ違います、ね、全く一緒。そんなはずないじゃないですか、だって世界チャンピオン。あ、でもそんな頬張れるほど中熱々じゃないですか。はい、全部だいぶでした、だいぶ冷めました。はい、どうでした世界ランクは。これあれですね、コンビニだったら100円でもうちょっと大きいの。味ですから、味が違うですよね、コンビニとは。食べてもらったら分かるんですけど、あ、はい、井村屋の肉まん、はい、とそんなに変わらないような。はい、世界一ですね。え、結局どうだったんですか。いや、でも世界一でしたよ。世界一美味しい、美味しい、美味しい、世界一チャンピオンでしたよね、西村ね、世界チャンピオン、はい、それが3点もあるんですね、世界一が。3点どころじゃなかったですよね、多分探せばもっとあったよね、もっとある、はい、はあ。曲がり方曲がったら大体ありましたもんね。大抵ありました。本当この NWA の各テリトリーにチャンピオンがいるのと同じって、これ本当その通りですね、これね、はい、世界チャンピオンがたくさんいると。うん、いやーミートボールマン、いや、なんかパッて食べたら、はい、肉団子がパッとあった。あれ、これは何だろうと。もう予想ではもうちょっとこうぎっしり詰まってるね、あんが詰まってるかと思ったんですけど、割とあのコアな方に何か集約されてましたね。はい、100円でめっちゃちっちゃかったんですよね。うん、まず第一に、うん、買った瞬間に来た時、僕ら二人の共通認識が、はい、ちっちゃい。100円だからでしょ。そうじゃないですか。だから多分300円の、うん、350円のものはでかいんでしょうね。そう、うん、それ100円じゃそうだよね。そうなんですよ。コンビニは100円でもうちょっと大きいのが。まあ、コンビニと ね, ね、あの横一線並ぶと田中さんが怒っちゃうんで。まあ、だからですね。はい、そういうことですよね。うう、世界一位とコンビニは違うと。はい、違うということ。そこで差がなければ逆にまずいですもんね、これね。100円だとこれだと。うん、はい。お前らに食べさせる世界一の肉まんは100円だとこのサイズだってことで食べたんですけど、ね。うん、で、100円だと思えばまあ悪くはないってことですよね。まあ美味しかったですよ。うんうん、美味しかったです。美味しかったですけども、まあ、はい。ですけど。まあですけど、それなんですか。でも世界一ビッグスローでもなかったですよね。ああ、ヒャーってなるほどではない。そうそうそう、うん、普通の肉まんが、美味しい肉まんが普通に食べれた。まあまあ、世の中雰囲気を味わうものでございますから。そうですね、はい、まあ、ただまあ雰囲気的にはあのね、あのホクホクの熱々の肉まんを美味しく食べたという。美味しく食べたと、はい、いや、しかし光の速さであの見せないようにこう蓋されたのはびっくりしましたね、あれね。そうですね、はい、純粋にあれは浮かしているだけだった。あ、そうなの。蓋を開けて、なんか大きいのを買った2個3個買った人がいたんで、こうやって来たら次の人がこう詰めて、ええ、バッと閉めたんですよ。なんかいかにも、あらやだ、見られちゃまずいわみたいな感じでしたけどね。ね、なんか変なもん入れてんじゃないかな。そんなことはない、そんなことはない、そんな、逆原因があるとしたら、むしろこっち、むしろこっち、はい、あらやだ、波彦が来たわみたいな感じで思われてるのかもしれないですね。でもこっちはもう観光客気取りですから。まあそうですよね、あんなの撮る人だっていっぱいいるじゃないですか、絶対。うんうんうん、ビッグマンの絵なんか、うん、なのにも、え、蒸気が逃げると温度が下がるからすぐ。でも全開にしちゃってんだもんさ、もう蒸気全部逃げてるよ。意外妄想すぎるだろうと。あれって平日なんですか、あの日。平日でしたね。はい、平日です。平日の昼であんなに人がたくさんいると。夏休み。日曜日。日曜か。あ、それであんなに人がいるんですね。結構なね、人の数でしたね。あ、やばい、コンビニの肉まんの方が食べたくなってきた。いや、本当今僕も肉まん食いたくなってきました、ね。ただ肉まんが今この時期ないですよね。コンビニには。ああ、そっか。そうなんですよ。ああ、まあ、これ中華街行くしか肉まん食えない。今から中華街行くしかないと。そうです。だから今行っても中華街の肉まんが売ってない。はい。見せしまって。いや、しかし一発目が単に肉まん食って終わりとは思わなかったですよ。そうですか。まだこうメインが出てきてないってことですね。じゃあこれはね。まだまだ。だってまだまだあれですよね。これ開始の
序章に過ぎない。序章ですよね。はい、で、あの、カットしたんですけど、はい、あれがありましたね。ベビースター博っていうのが入りましたね。あー、ベビースター博？お店の2階が、うん、ベビースターランドみたいになってたんですよね。ベビースター博覧会みたいな。はい。大々的に、ね、はい、で、入場無料。入場無料でベビースター博って書いてて。行ったんですか？あ、分かりましたよ。うん、でぜひって言って、なんかチラシみたいなのもらったしね、なんかね、うん、上でやってますからぜひって言われて配られて、うん、じゃあ行ってみますか、ベビースター博って言って、上でエレベーター上がったら、ただただベビースターいっぱい売ってたんですよ。え、なんか、あの、企画ないですか、企画はなんか。いや、まあちょっとフードコートっぽいのが、実演販売あったんですね、。だからまあそれもあったんですけど、基本はもう大量のベビースターが並んでる。ね、はい、え、例えばこうなんか露出度の高い姉ちゃんがこうね、ベビースターダンス踊ってたりとか。全然ないですか？家族連れとかがわーわー言ってるだけですよ。ベビースターマスクとか一切全然、ただ売ってるだけ。売ってるだけ。買ってきたんですか？いや、買ってないです。じゃあ行っただけ。だってベビースター、もう即出ました。あ、即出た。あ、種類何種類とかあったんですか？それとも、ま、全部同じ？いや、種類も何個あったんですけど、一、うん、つの種類が山積みになってましたね。あ、それがもうガバーン、ガバーン、ガバーンって。それがベビースター博。おい、駅からね、二人で駅降りた、中華街の、元町中華街の駅降りた時点で看板があったから、うん、おい、皆さん、ベビースター博なんかやってますよ、みたいな話で。行きましょう、行きましょう。お、これ見たら面白いじゃないですか、みたいな話で二人で。面白いじゃないですか。あったっつって入っていって、あー、西村くん、降りるってことでいいねって。そうだ、エレベーター出てすぐ下りの階段。スーッと、あの、エレベーター、エスカレーターが下りなかったんで、登ったら下りは階段でます。スーッと。何だったのあれ。通り道に過ぎなかったってことですよね。なるほど、まだやってる、もしまだやってるようだったらちょっと皆さんに行っていただきたいですね、これ。そうですね、ベビースター博。ベビースター博、もう、はい、あの、一生に一度行けるか行けないかでしょうからね、これね。二、ね、度三度行くようなところじゃ多分なさそうなんで。そうですね、はい、でっかでかと看板貼ってありましたからね、駅には。あ、はい、分かりました。ぜひぜひ、はい、それはカット、それはカットしたんだ。まあ、西島君がね、多分あの尺の無駄だ、尺の無駄だと。もう、あの、もう宣伝さえしたくねえと思ったんでしょうね、はい、多分ね、はい、ふざけんなと思ったんでしょうね。あ、だからそうですね、そうです。はい、じゃあここからパート2ですね。そうですね、パート2の、はい、肉まんを食べた後の、はい、で、ベビースター博が終わった後、終わった後ですね。はい、じゃあご覧ください。お願いします。ごろさん、ありますね、西村さん、さっき言った。なんかこれ面白い水族館ですよ。はい、すごいですね、自ら面白って言っちゃってますから。横浜を代表する面白い魚たちが。あ、そういうことの面白なの？知りません。でもね、あれ、この隣はあれでしょ、赤ちゃん、面白赤ちゃんなの。赤ちゃん水族館ですね、ありますね。3階らしい。行きます？行ってみましょう、せっかく。カレーライスが、カレーでカレーライス。あ、滑ってますね。いや、これあれじゃないですか。これが面白要素っていうことですね。でも、もう滑ったらこのダジャレじゃないですか。この面白水族館っていうのは、こういうことなんですか？基本的に。親父ギャグばっかりですね。基本的に、こういうのの水族館。タコはいるんだ、本当に。あ、タコを勝手に入れてるってことですか？どれがすごい？ここにいますね。タコキナ一切入ってないですけど。いや、本来は本来はあのケースのこのクリアの玉に入ってなきゃいけないのに、はい、こっち出ちゃって壁に行っちゃってます。これ面白いですね。で、面白いというか、これもう何してるのって思ってます。これ面白いじゃないですか。いや、彼の職務大変だと思います。なんてことない。便器があるからうんちみたいでしょっていう名前。ああ、下品ですね。もう本当に下品ですね。だから、もうそれとね、小学校低学年受けをしようといううんちとか言って、うんちうんこ言って面白そう、面白くしよう。はいはいはい。あ、次はもう全体の雰囲気が分かりましたね。この感じでもう、ここの、はい、
あ、危険生物も学ぼう。あ、来ました。ピラニアです。はい、ピラニア。ピラニア。ピラニア。危険レベル3。全然動かないです。アマゾン川に生息する有名な魚です。あ、でも性格はとても臆病です。でも対処法はもう消毒と止血で大丈夫ですね。続いて、お、今度はレベル5番ブルーカンディル。あ、聞いたことあります。あ、対処法を病院行ってください。ブルーカンディルさんは、あ、こいつやばいやつじゃないですか。ナマズの仲間。これ確かあれですよ、コーナーさん。集団で襲い、表皮に穴を開けた。 あの穴という穴から入ってきて、入ってきて食い散らかすんですよ。あ、やばいね。こいつやばいです。でも穴さえなければ勝てる。こいつはピラニアと違って活発ですね。そうですね。ピラニアは3で、こいつは5ですか。トラウツレベル3、はい、これも消毒と止血で、そうですね、これはもうレベル3で消毒止血で大丈夫なんで大丈夫ですね。おお、すごい、かっこいいですけど。かっこいいですね。スマってかっこいい。でも動かないですね。あ、動いた。でもこれあれですよね、ウツボなのかトラなのかっていうね。そうですね、どこでも蓋つけちゃったらダメですよね、多分。顔がこれあるんですね。あ、下がった。これちょっとあれですよね、展示の順番絶対間違えてます。ジャブみたいな。2から行かないとダメですよ。でもしかもほら見て、全然針出てないから。終了。向こう向いちゃってるし。あ、はい、はい、いきなり5いっちゃう。これ毒の種類ですね。あ、本当だ。毒のレベルが、これ何でしょう。やばいっすね。呼吸困難。お、死死。お、死にますよこれ。お、神経毒で。岩の石の影に飛ばれちゃって全然ない。どこにいます？後ろ後ろ、こっちか、こっちか、これを。ああ、本当だ本当だ。悲しくなりますな。職務怠慢。レベル3、南フグですね。フグ。ちっちゃ。はい、あ、でもこれも知りますよ。はい。やっぱ毒はやばいですね。普段多分筋肉痛のこともあると思う。筋肉痛っていう練習でなんか。それがスーツですね。うわ、めっちゃちっちゃ。四角いですね。ほんとっすね。毒。いや、いらっしゃるんですね。生息地は珊瑚礁です。すごい、すごいですね。泳いでます。あ、レベル5、毒レベル5。やばいですね。やばいですよ、やばいですよ、はい、もうお医者さんの思われてる。いや、毒を抜く今までないんかい。他2つはいいんかいっていうのありますね。で、これも王と痺れる血液。はい、やばい、やばいっていう。で、タコ。タコ。さあ、実物は。あれ、どこにいます。おっと、いますか。おっと、いませんか。あれ、いませんね。そうです、箱の中にいます。 あいつですか。え、あのくっついてるやつ、あのあそこの角に、左の角にあの石みたく。ああ、いた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 。いや、これは分かんないですね。あ、本当だ。いや、こんなんでも写真で出ちゃう。本当だ。あ、だから状態によって変わるんでしょうね。危険レベル5ですけど、これどうでしょう。対処法がもう吐き出すと食べない。あ、え、もうだから毒にかかる前の問題ですよね、対処法って。あ、別にこいつは刺すとかじゃないですね。そうですね、皮膚、中に内臓がだからね、中にある、ね、危険ね。食べたらダメだよ、吐き出せよってことです。こいつですね。めっちゃ見てますけどね。食べちゃうんですかね、これは。
あでもハゼって食べますもんね。あなるほど、間違って食べちゃ危ないぞ。はい、めっちゃ見てますね。目線合ってますか。目線がっつりカメラの、ああ。やばい、4つに来ました。発熱来ました、発熱が来ましたね。そして幹部を湯につけた雑な会場で、ちょっとあの、いいですね、この分かりやすいね。はい、子供に分かりやすい。いや、やっぱ何よりも毒を抜くっていう選択が1個しかないので、あ、で、実物はすごい赤い、気持ち悪いですね。尾の付け根に毒があるそうです。毒のあるトゲが、尾びれの付け根にトゲがあるんです。尾びれって何、尻尾ってことですね。うわ、めっちゃ長いですよ。いいですね、これ。あの、今撮影していて、おお。カメラマンのためのパフォーマンスがいいですか。いいですよ、撮影していて分かるんですけど今回はあの前回の動物園以上になかなかしんどいと思います見てる皆さん、ね、これがあと30分は続きますからね。でも一個一個僕ら見てますからね。はい、もう怠らず一個一個ちゃんと飛ばさずに見ていきます。じゃあもう次はもう毒から変わって、はい、電気。電気なんていう表現の仕方。危険生物、電気、はい、そして症状は感電、はい、対象は水がすぐに上がるはい、どうぞあれ、どこで、あ、いたいたいた、はい、次で電気のマスですね。間抜けな顔してますよね。400から450ボルトの電圧を作ります。うわぁ、めちゃくちゃやばいやつじゃないですか。そして隠れました。あ、出ました、このシリーズ。やりました。やってくれました。試験水素ですね。やってくれました。僕も知り合いに寿司さんっていうね、プロレスなんですけどね。はい。その方は面白い方ですか。全然大爆笑。常に。これは。これはどういう…あ、でもこの中にも危険生物がいるみたいですよ。え、カニこれも出ましたね、対処法食べるそして下は、はい、幹部を湯水で上げました対処法。カニどこですか。あれじゃないですか、違う、あれ違う、あの角、あれカニ、カニ、カニいないっすね。ちょっと名前がスベスベまんじゅうガニなんで、はい、ああ、なるほど。あれでいいんじゃないですか。 あれじゃないですか、あの、トムイです。こいつですか。こいつ、スベスベまんじゅうガニじゃないですか。こいつっぽいっすね。そうですね。いや、ちょっと伊勢海老だし、ちょっと気になるんですけど、はい、あの、寿司ネタを泳がしてるんですよね。そうですか、あ、そうですよね。で、しますよね。はい、寿司ネタを泳がしてるのに食べない、食べないですから、これどういうコンセプトでどういうコンセプトで、はい、な、何を別に館内とリンクしました。葉っぱみたいな色になってる、確かに。え、こいつがそうですか。普通でえ、こいつがそうですか。おこせだもん、なんだかおこせって感じ。うわ、すごい、確かに色一緒、色一緒。すげえ、こいつすごいっす。え、さっき、ま、待ってたのに、カメラ回した途端に落ちちゃった。ほんとに、これなんですか。これ別に押すわけじゃない。島海へ、気持ち悪いっすね。あ、また。こんなヘビは好きですか。ヘビですか。はい、一覧ですね。ヘビ気持ち悪いですか。なんでこんなやつがいいんですか、ね、あ、海ヘビではなく幼かなけど、毒を持ってるヘビ、海ヘビに似てるようにして、俺やばいぜっていう顔をするんですね。え、じゃあ海蛇じゃないんですか。みたいですよ。へー、実は魚の仲間です。
へえ、賢いやつなんですね。あ、でクイズじゃないですかこれ、サンタクイズ、はいはい、アナゴかウナギかサバ、どの落語ですか。これで押すんじゃない。押しても何もないですね。何なんですか、これでやる。何もないです。あ、じゃあこれだ。え、なんか違う。アナゴの落語です。ちょっと触ってやってみようよ。はい、こいつは青はくっつける、他はくっつかないです。これ正解は青なんじゃないでしょうか。動画で全く伝わんない。手の磁石の跳ね返す。久保さん、もう一回ちょっとやってもらっていいですか。え、まず青は、はい、あ、黄色はちょっとずれ、はい、まあ、くっつかない、はい、赤もくっつかない。青はくっつかない。僕やったんで分かるんですけど、はい、これ見てる人は、まあ、何一つ伝わらない。磁石で、この正解はアナゴの仲間だってことなんでしょうかね。はい、問題がこういうね、はい、クイズの出し方があるんですね。はい、今度は、アンコです。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、コウさん気持ち悪いです、はい、なんか出てます。コウさん、またクイズがあります。あ、水中を歩く釣り人ことカエルアンコ、はい、アングラーフィッシュと呼ばれます、はい、体のどこを使って歩いているんでしょう。腹びれ、エラ、足。はい、じゃあ河野さんお願いします。それは足でしょう、歩くのは足。あ、違う、あ、これは違う、これは違う。あ、黄色でもない、青でした。これが深夜の1時に流れた。体も足でしょう。いや、こいつ本当気持ち悪いですね。そうですね、すごいですね。気持ち悪い。え、なにこれ。これ普通に海、まあいないんでしょうけど、海にこいついたらパニックになりますよね。うん、そうね、焦る。いや、なんかエイリアンみたいな。これなんでしょう。これはハギ。あ、それがさっきのあれですよ。はい、有毒シマ巾着フグに真似してるハギですよ。先ほどのイラストがようやく出てくる。貼る場所、入れる場所違うよ、お前。大丈夫？この2匹は別の魚ってことですか。2匹は一緒。いや、違うんじゃないですか、これがビズでいるってことだ。どっちかが本物、どっちかが偽物。ノコギリハギとシマ巾着フグで、あ、でも大きさとなんか体の厚みは違いますね。で、似てるけどフグの方が毒があって、ハギは無毒、はい、あ、でも見分けつかないわ、これは。さすがですね。じゃあ河野さん、クイズお願いします。やります、また。はい、どうなんですか。まずすごい読みにくい。泡が酸素がついちゃって血が毒のあるシマキンチャクフグに姿を見せて見守ろうとしているノグリハギ、どこで見分ける、見分けるか分かるかな。はい、背びれ、胸びれ、ほくろ、はい、これほくろでしょ。ほくろの位置で大体双子はね。ほくろはな、色は何ですか。知りません。ほくろの答えは赤です。赤ですね。はい、あー違った。いやー正解じゃない。正解は、正解は、あ、ま、また3本連続の青です。いや、めっちゃ面白い、めっちゃ面白いじゃないですかこれ。何がですか。いや、面白い、問題見ないで青です。青じゃなかった。面白水族館の本領発揮じゃないですか。急でした。クイズは急でした。魚紹介する前にやめてください。あくまでそういう流れなんです。問題も読まずにやって青だってやっちゃいましたね。魚紹介紹介する前にはもういいっす、こいつはこれだけでいいです。そうですね、はい、何の、はい、フグオ君ですか。はい、もう中にも入ってない。というわけでございまして、いやこれはあれですか、中華街の中に水族館があったんですか。面白い水族館が、へえ、そんなのあったんですね。ありましたね。へえ、で面白かったですか。
いや、面白かった。面白かったんだ。面白かったんだ。面白かった。まだ、うん、あの水族館まだ続くんで。だから、まあ今ここまで行くと、あ、でもこれ最初のブロックだけですよね。最初のブロックだけ。最初に入ってすぐのところのブロックだけですよ。あの毒のコーナーと、その、あれだね、似せる、体を似せる疑似。はいはいはい。で、自分の身を守る。身を守る人たち。最初のところ。あの入り口のあのカレーライスとかたこ焼き、あ、たこ、あれ何だったんですかね、あれは。あれは軽いギャグ。あれは面白。あそこからもうすでに面白が始まってると。でたこ焼きの中にたこが丸まってるから、うん、たこ焼きの並びにたこが入ってて面白いねっていうことでしょう。カレーライスは、カレーライスはご飯のところがいっぱいあったんで、黄色いカレーが乗っかってカレーライスに見えるよ、面白いでしょってことです。面白いでしょって問いかけられてるんですね、あれはね。あのどうだ面白いだろう、どうだ面白いだろうと水族館側からドヤ顔で僕らにあの攻撃を、まあ、先制攻撃、先制攻撃、このカレーがカレーに見立てたらどうだ面白いだろう、なんか北斗プレスのクレイン中条さんみたいなことをやってましたね本当にねであれを切り抜けると、はい、まあ、その毒とか電気とか、そうですね、危険な、うん、デンジャラス危険生物、危険生物が、いやけど危険生物ってあんなにいるっていうことはちょっとおちおち海に入れないですよね。そうですね、水中にいるってことですかね。そうなんですよ。で行く先々であの西島さんはなんかあの変な顔とか間抜けな顔とかこいつ扱いしてましたよねなんか魚に恨みでもあるんですか。いや好きなんですよ。好きなんだ。はい、独特な形状。え、けどなんか あのバリ雑言ばかり浴びしたじゃないですか。あ、でも全部愛情です。愛情なのあれ。いや、どう見ても愛情には聞こえなかったですけどね。いや、でも気持ち悪い生物ってすごい魅力的な。あ、気持ち悪いイコールマイナスのことだよね。なるほど、まあ、そうなんだ。なるほど。あ、気持ち悪いはプラスだと。そうですね。これはなかなか今までなかった説ですね、これね。気持ち悪いは褒め言葉。そうですね。うん、まあまあまあね、彼らがなんですか、進化の過程であなったわけですからね。まあそうです、そうです、はい、はい、いやけどクイズなんか楽しそうでしたねクイズあれはなんであの磁石は分かるんですよ、はい、そのくっつけば正解っていうのは分かるんですけど、はい、そのくっつける磁石がなんかこうなんかペットボトルみたいにひっくり返したような形状なのはなんでなんですかね、あれね。なんなんですかね、うん、分かり、なんなんですかね、どういう企画でああいう形になったかちょっと分かんないですよね、はい、で3色どれにくっつくかっていうのでやるっていう、うんね、で全部青かと思ったら結構そうでもなかったりとか、そうですね、青青青ってきて、いや次も青だろって、青じゃない、青じゃないあれそういうパターンもあるんだと思っていっぱい食わされるというけどなんか二人して盛り上がってて、あれさっきあの最初キュッ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 音がしたのちびっ子がいたんですよね。そうです、そうです、大人のサンダルが走るちびっ子たちがいる中で大の大人があのクイズやって一喜一憂してるっていうのは、はい、なかなか子供から見たらこうね奇怪なあの状況になったでしょうね。まあ、そうですけどね、でもまあまあまああんなに楽しめるんだったらまあ行ってよかったなって感じになりますもんね。まあこっちはね2人で元取らなきゃっていうのがありますか、ね、入場料金が入場料1300円です。あ、結構しますね。1300もすんの。そうなんですよ。へえ。だから元取らなきゃいけないって言ってもう端から端まで全部見ました。わあ、その1300円の中にあの最初のあの軽いギャグも入ってるんだ。そうです。カレーライスが。そうです。カレーライスいらないから1000円くらい等しいっすよね。いやいや、カレーライスはもう300円の価値ではないです。ないです。もっともっとありますよ。あ、もっとある、はい、あれがもっともっとあるんだ、はい、下手したらあれも1300円。そんなことはないだろう。1250円。まあ確かに意表はつきますけどね。びっくりしました。入り口入ったあれがあると、ね、黄色いカレーがご飯の上に乗っかって、うん、カレーライスどうだって言われてまあまあ白いご飯の上にいないし、なんかずれてましたよね。ずれてた、もうってもうってなってて協力してくんないっていうね、はい、取った方ももうってなる。あ、わかりました。じゃあまだまだこれが続くと。そうですね、ま、後編もあります。はい、わかりました。見てもらいましょうか。じゃあいけますか。なかなか刺激的な映画あるので。刺激的な映画、正直先に申しますと、はい、虫が苦手な方ははい、ダメです。僕は注意書きを出しますので、はい、若干閉じてもらって。わかりました、はいはいはい。黄色に黒の文字で、もう逃げる準備でございます、はい、私は、はい、ではお願いします。よいしょ。付き合ってきてる。ウツボとエビ。ああ、もう一応いますか。いますよ。ウツボさんとエビさんが
あ、うつも危険レベル3ですね。もう全部混ざっちゃって全部混ざっちゃってるじゃないですか。 なんか浮いてますね。これ何が強制になるんですかね、エビとウツボは。はい、魚の古くなった皮膚や寄生虫を、はい、このエビは、はい、食べてくるんですよ。おだからウツボとは仲良しで、時には口の中を掃除して、姿も見られる時があると。ウツボはなんで危険なんですか。ウツボは普通に毒が、あ、口開けた、口開けたけど、その中にエビはいない。エビ入ってくる、エビ。エビもあそこでもうワッシャワシャして、もう完全に興味ないですか。もうお前たちさ、もうクイズもいいですしね。そうね、コバンザメ、コバンザメ、コバンザメ、ウロコ、ウロコなだけ。コバンザメいますね。え、いるんですか。だから張り付いてるんですか、奥の角に。ああ、こいつか。え、これ生きてるんですか。小判じゃん。あ、動いてる。あ、動いてる。頭についてる吸盤。頭に吸盤ついてるんだって、こいつ。うわ、すごいすごいすごい。あ、大きな魚が海上にくっついて。ああ、まさに小判じゃんですね。でも、すごい取りにくいところにいるんですよ。これは、これクイズがあだとなってます。いや、本当に。勘弁してほしいです。これ何のエリアですか。オスとかメスとか親子で模様とか色が違うやつっていうらしいですけど、それでも全部一緒に見える。同じ形でも色違うのは結構分かりやすいですけど。あ、これは一緒の魚なんですか。あ、一緒の写真の通り、はい、クギベラでオスメスらしいですよ、色が違う。はあはあはあ。うわ、気持ち悪い。来ましたね、気持ち悪いやつが。クラゲ、カブトクラゲ。え、クラゲってプランクトンなんですね。扱いそうですね。巨大プランクトンゾーン書いてありますもんね。こっちは、こっちもあるでしょ。こっち若干毒もあるでしょ。うわ、気持ち悪い。クラゲ気持ち悪いっすね。ブリブリですね。はい、ブリブリ。クラゲって食べられるんですか。レンドもあるじゃないですか。いや、気持ち悪い。中華料理で、次から次のクラゲと違う。いや、気持ち悪いですね。こいつに至っては動かないですか。あ、でもこっちはやばいですね。こっちの方がすごい。こっちの方がすごい。うわ、ジェリー。えぐみが、えぐみがすごい。これは嫌だな。カラージェリー。これ海にいたら嫌ですね。本当に若干どこある？1。若干どこ。いや、気持ち悪いな。もう見てんだよ。プニプニして。気持ち悪い。キノコがね。なんでいるんですかね、こんなのが。まだいますか？はい。これはモヤモヤがする。糸引いちゃう。いや、本当気持ち悪い。いや、気持ち悪い。これね、赤クラゲ。赤クラゲ。若干これまで毒があります。クラゲは比較的なんか毒があるんですね。そうですね。まあ、ミニカさんですけど。
毒を抜ける。うわ、気持ち悪い。ねえ、なんか嫌味だ。いや、なんか本当に嫌ですね、これ。不快ですね。じゃあ、最後。はい。カルピス飲んだ。いやー、気持ち悪い。最後ですね。サカサクラゲ。逆さまなのかな。サカサクラゲ。平らな傘を逆さまにしてるんだ。確かに。確かにこれも全部逆になってるの。ですよね。すげえ。もうシステムが気持ち悪い。なんちゅうことやねん。彼が停止してる。いや、本当、巨大プランクトンエリア、気持ち悪いの連続。はい。期間限定で。飼育員たちが厳選した生き物たちを。はい。そして、魚ボーボーパーティー。いやー、顔がかっこいいぞと言ってますよ、はい、2種類いまして。はい、顔を撮ってみましょう。顔を撮ってください。あ、でもめちゃめちゃカメラ見てくれます。そうですね。もう一匹ですか。もう一匹の頭の紫な、顔が紫なやつがいる。こいつですね。正面から見ると脳天下で背びれのところまで紫でパープルな。正面見てくれないですね。あー、見た。来た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 。この飼育員はこれはイケメンだったと。で、ですね。モテモテイケメンフィッシュでした。例のジャウジャ。これちょっと危険ゾーンですね。おお、ウザブです。危険です。セカンドなんで。ここに顔入れるとセカンドなんで、コロさんよろしければ。やらすかこれ。コロさんのイメージとだいぶ違うんですけど。もうちょっと、もうちょっとっす。もうちょっとっす。これね、はい、ちょっと見てみてください。えぐみが。カメラとか別に、はい、後ろの近いやつを見てみてください。動いてる、足がすごい。うわ、えぐみがすごそうですね。ただすごい。いや、俺、実は苦手なんですよ、こいつら。だから景色すごい。うわ、怖い。子供はこれめっちゃ焦るかもしれないけど、怖い。おっさんとしても焦るな。もう近すぎて動いてるんだよ。ドアップ撮ってる。あの、近すぎて度が合わなかったですね。いや、えぐいっすね、これやばい。あ、一匹なんか動いた。コウさん大丈夫ですか。こういう嫌だけどね。まあ、あれは水中のわらじ虫みたいなもんじゃん。そうですよね、多分種類としては。みたいな感じ。おー、動くね。あ、それ動く。キモ。気持ち悪いな。あ、やっぱりダンゴムシ、ヒナムシの仲間なの。でかいです。でかい。でかいよ。めっちゃでかい。めっちゃ撮ってるな。めっちゃでかい。でかいね。指。花子いますか。あ、いた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 。あら、後ろ入っちゃった。あー、全然見えない。ちょっと尻尾の
しっかり顔は顔はひょこってあの こっちから出してくれる、こっちから顔を出すやつですよね本来は。でも出てるのここからちょこっと後ろに頭は見えない、ね、はい、水槽を展示する。ああ来ましょう、こっちの方。だから穴から顔出せって言ってるの。ああ来た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 長い長い長い。穴子美味しいですからね、穴子は本当。毒もありますけどね。あ、穴子毒あるんですね。これマーナ。口から出られたらレベル5ですね。え？生で食べたらアウトです。え？穴子ですか？はい。腹痛、下痢、呼吸困難、窒息。窒息まで行くんですか？はい。レベル5。傷口より足りないと口から足りないですよ。食べたもん。あ、マーナ子。そうなんですね。でこれが魚ですね。本物と偽物がいるらしい。え、こいつ本物じゃないですか。え、動かないな。え、これ魚っすよね。え、あ、わざとそういう風に岩に似せて擬態をしている。え、あ、じゃあ水族館側が作ってるってことですか、偽物は。これ全部本物なんですか。この下とか石じゃない。え、全部一応魚の形はしてるんです。そうですよね。でも全く動かないんですか。全く動かない。あ、口の近くに来た瞬間だけ食べる。へえ。あ、じゃあどれが本物かわかんない。じゃあそんなところで河野さんクイズです。はい、黄色です。正解は黄色。これ、ここに立てちゃうんですね。こうしといてくれないと。だから3個、偽物は3個、はい、あ、やっぱ作り物はあるんですね。でも本物がどれかもわかんない。私は動いてくれなきゃわからない。何かの中でシュン真っ暗やねん、スーッと倒れすぎたよ。すごいシュールな映像が欲しい。それは欲しい。あのスイッシュ代わりに欲しい。実験ゾーン。いや、では来ました。お腹すいた。この実験見て。あー、来ました。このシリーズですね。この水族館イエローヘッド、イエローヘッドジョーフィッシュ。もう雑ですよね。イエローヘッドジョーフィッシュって。あ、こいつはなんか砂を運ぶんですね。だからこういう風に配置をされてる。呼ば工事水槽。なるほど。大きい顎で。あ、出た。こいつ見たかったんですよ。千棒チンアナゴ水槽。めっちゃ種類いますね。ニシキアナゴ。はい。Thank you.
以上、コンさん以上が面白水族館。あとはここから先はもう赤ちゃん水族館。いやコンさん、どっと疲れましたね。そうはい、せっかくなんで赤ちゃん、はい、モンさん、これが赤ちゃん水族館。はい、赤ちゃん水族館。赤ちゃん水族館来ましたけど、水槽、月のジャングルジム、水槽は下にある水槽じゃない。はい、これ一応だから赤ちゃんが遊べる水族館。いや、じゃあおっさん来ちゃダメなんです。じゃあ、はい、ね、はい、ここはいいね、ここはね、はい、もう何これ最後の赤ちゃん水族館は、うん、赤ちゃんが遊ぶ水族館でした。要はここの水族館全部総じてあれだよね、あの言葉遊びだよね。あいや、まあ言葉遊びって言えば聞こえはいいけども、多いです ね、 ねえ、ダジャレだったり、ダジャレだったりとかね、はい、これ相当これ持ち主の方がやっぱちょっと変わった方かもしれないですね、これね。あ、まあまあ、そのチョイス、チョイスが魚のチョイス、そう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 、チョイスもそうだし、あとあの歌うやつとかも、そうですね、合唱、あれあれなんですよ、あれなんだよね、定期的にやるんだよね、あれね。そうです、いきなり音楽が始まって、正面バーッとついたら魚がギューッと集まってきて、わーって合唱会が終わったら、あのテン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 違う方に移動してポポ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 、あれ、なんで集まるんですか、餌なんですか、じゃないですか、なんかあのマイクのところになんか仕込む、あの泡が出てます。そうですね、あー、まあ餌なんでしょうね、あれね。でも終わると帰っていくと、そうです、で、あの人、子供たちを押しのけて最前列してキー子供いましたよね。子供小さい声で下で、ああ集まってるとか言ってるのに、どけと、ガキどけと。嫌な大人だな。いやー、よし、じゃあ次は赤ちゃん水族館がありますって言って、なんか途中からちょっと怪しかったですね、入り口あたりからね。うんうんうん、そしてなんかスロープみたいなのあって登ってったら、なんかおかしいなと思ったら、全体的に水槽が低いんですよ、位置が。はいはい、明らかにちっちゃい子たちが見る位置に水槽の位置が下がって、はいはいはい、幼稚園カバンとかぶら下がってたり、うん、あ、こういうところなのかなと思って、いやでも一応せっかくだから行きましょうというか言ったら、うん、まあ上に全てスーッと全て子供の下に水槽があるっていうこういう意味の赤ちゃん水族館。いやもう地面だけだと本当ね、そのう、そうね、水の中にね赤ちゃんがいるのかと思って、稚魚とかそういうのが、そう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 、でも一応展示はしてるみたいなんです。そうね、基本的にもう本当子供が溢れていて、僕ら二人がいる空気じゃなかったんです。ああ、自動カメラの子供とかいましたもんね、ゆっくり見ればちゃんと稚魚はいるんだと思う。児童館に大人が行ってしまったような感じ。そうそうそう、それだけ子供がたくさんいるってことですね。子供たくさんいました。いました、いました。へぇー。キュッ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 ってましたね、あれね。いやーけどなんかすごい空間でしたね。これが他ならぬ中華街にあるっていうのがびっくりですよね。そうですね。初めて知りました。いや僕も知らなかったです、これは。で、それ、これで1000円ちょっとなら行きたいっていう方がいますよ、ちゃんと。そうでしたね。あの、見た結果。これで行きたいって言ってもらえる人が一人でもいた場合は、行った甲斐があったと。あの、はい、僕らも宣伝した甲斐がありましたよね。そうですね、はい、面白い水族館もいいとこだぞと伝えました、うん、けどこれでこの番組見て、はい、じゃあ行ってみようって言って行くじゃないですか。あらかた今日紹介した日じゃないですか、はい、もうネタとしてはもうすでにネタバレになってますよね、この時点でね。そうカレーライスとかたこ焼きとか。そうですね、ただ行くタイミングをずらせば、はい、もしかしたらシリーズが変わってるかもしれないですね。新企画が、特集のところが、確かにあれコーナーが変わってたりとかするかもしれないんで。そうですね、そうですね、分隊の帰りにはぜひ分隊の帰りにここへ、はい、ぜひぜひ中華街で、ね、中華街に向かって行って、せっかく横浜来たからっていうね、その9月2日3日土日とかで来てね、ちょっと観光しようかなと思ってる人で中華街回るんであればぜ
ぜひそのベビースター博物館と大城水族館に行っていただきたい。足の翔太郎対黒潮イケメン二郎見た後にここに行くと、はい、あ、けどさっきあれですね、あのフィニッシュの後にイケメンって出てきたんでびっくりしましたよ。イケメンフィニッシュ、イケメンフィニッシュっていうことで、あの顔が面白いだろうっていう。あんまり面白くなかったですけど ね、 そうですね、ええ、別に何が面白いのか伝わらず、うん、あとなんかなんかダンゴムシなみたいなのあったじゃないですか、あれは、はい、何下からこうくぐってより近いとこから見れるという、はい、そうでしたね。ああ、筒に囲まれたこの頭に近くにいっぱいいるよ、オオクゾク、えゾウリムシ、はい、はい、それがいっぱいいるぞ。そう、ああいうまあ一般的なこう気色の悪いものを近くで見せようとしてるところなんですね。だからそこはやっぱりこのコンセプトを全体的に考えた方やっぱりちょっと、まあ、異常って言い方するとあれだけども、ちょっと他の人と違うなと思いましたね。そうですね、わざわざ一番気持ち悪いものを近くに見せようとしてるわけでしょ、だってあれ。そうですね、うん、ただあれ多分大人が入るもんじゃないですね。あれ狭かったもんね、結局ちっちゃくてね、二番ね、子供があの頭突っ込むやつは、うんね、頭突っ込むやつは大人が入るやつじゃないよね、ちっちゃいもん、完全子供用です、ね、ちっちゃかったもんね、はい、それ無理やり西島さんでもちっちゃかったもんね、はい、河野さんが無理やり入ったっていう強引に入りました。強引に入って見たのがあれだと、うん、いやー、はい、変わった水族館だな、面白ここは水族館、まあ面白っちゃ面白いでございますけどね。ぜひ中学館に行った際にはね、はい、わかりました、はい、これがメインですか今日は。これでもう終わりですか。それで、ちょうどお腹が減ってる時間帯だと思います。はい、はい、中華街なのでせっかくなので飯テロ、はい、あ、なるほど、おお、わかりました、はい、はい、お願いします。これがないとね、やっぱね、はい、来ました。ランチ、はい、ランチではないんですけどね、もうそうです。ただ、別組のお姉ちゃんに言われて普通に飛び込みから食べ放題よかったっていう。ひたすら頼んでいきましょう。そうですね、食べ放題ですか。絶対暑いね。最初これどっちでも絶対暑い。高齢のあれはいらないですか、醤油とかですか。おはようございます。これなんですか。これ河野さん頼んで覚えてない。河野さん頼んでチャーハン、これフカヒレチャーハン。河野さん頼んでない。まあ、まあまあひたすら行きましょう。まあとりあえず文句は、ね、ないですけど、はい、食べましょう食べましょう、ひたすら、はい、で、これは北京ジャック、はい、北京ジャック巻いていってください。これでも俺あんまよく分かんないね、食べ方。俺も全然ルール分かんないです。でも、ああ、なるほど。皮に巻いて、まあ、あれどう見てもキュウリと、どう見ても全部入れますね。ここですよね、はい、でも2枚しかないから、はい、あ、2枚しかないですね。皮2枚しかないでしょ。あ、そういうことなんです。で、これを、あれこれでしょ、これをこれをかけの ちょっとこの、ビレーっとつけて、はい、巻いて、さっきのイベントで手に書くぐらいあったやつから、いかがですか。いかがですか。おいしい。かわいい。キュウリとネギ入れて、鶏の皮、いや、まんまだ。まだな。味噌の味。北京ダックってそういうもんじゃないですよね、きっとね。食べて、おわぁ、おいしいってね。でも、絶対皮だけどさ、はい、中の肉の、小籠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 何もつけないんですか。醤油ぐらいですか。醤油とか酢とか。あ、僕ね、酢使わないんですよ。あの、餃子とかでは酢醤油とか食べてるじゃん、はい、僕、醤油だけです。で、ラー油辛いでしょ。ラー油辛い、辛いのダメですね。いただきます。はい、辛
完全に食い方間違えてます最初なんか開けるんですもんね、頭を開けて汁をどうこうみたいな言いなさいよいや台湾で食べたじゃないですか、台湾で、はい、忘れてるよ、いつ行ったんだけど、はい、え、どうですか、小籠包は。小籠包熱くなかったですか。ちょっと汁熱かったけど、はいはい、でも本物は出てたから汗の本物出たから残ったあの皮と肉だから生きる量ですね、はい、ミートボールとあの皮だけだから、はい、全然出てる、はい、で、これがフカヒレ、はい、あの僕らが頼んだのとはちょっと違うやつですね、あの茶色いやつを頼みました、ね、でもこれですよね、はい、それが完全に入ってます。これ多分カニ入り、そうそうです、深入りそうです、ね、1個下のメニューが出てました。だから、はい、あの赤プト、はい、このチャーハンといろいろ多いですねなんで今一瞬笑ったんですか。はい、フカヒレですね。フカヒレって、はい、味しないんだ、まあ、基本はそうです、ね、どう見てもスープの味、はい、フカヒレって意外とそうなんですよ、ね、だから これがっつり、これまさしくがっつりですよね。これがそれがそうですよね。これはそんな贅沢に乗ってるもんなんですか。これだけ、はい、食べ放題で、あ、これあ、これこれですか。豪華ですね、これね。そう、でも味はあんかけの味ですか。はいはいはい、でもまあ食感のもんですよ。あ、そうなの、うん、高いくせにそうなの。いや、よくわかんないです。俺もしっかり食ったことないですしっかり知らない2人やな全然、あの新井さんみたいにグルメのうんちくん一切ないですから。ないからね、はい、うめえかまじいかだけ。じゃあ早速どんどん行きましょうか。どう食べちゃいましょう、はい、まあ、この辺りは、これはもう普通の、この辺りはもう、うん、味自体は美味しいですか、はい、全体的に、はい、うん、いや、もう全品頼むぐらいの勢いで行きましょう。130、僕ら外の方がまたグルナビ1位獲得って書いてあるの見たから入ったんですよ。あ、味バカですから、ね、知らないから情報をまず知らないから食べましょう、はい、行きましょう、はい、全部落ちるもう抱えてガーッと行っちゃってもらえれば、熱くなければ。あ、それスマホもなんか言葉は発していただかないと、はい、いや言葉をなんだろう、高い高いって言われてる割には俺たちそんなのいいじゃん。多分一般の皆さんも多分そうだと思う。そうだ、北京ダックといい、なんか普通のスープ、あんかけスープ、うん、ちょっとそのコリコリが入ってるぐらいしかないです。多分ちょっとこれスタジオ戻ったらあの視聴者の方にも聞いてみた方がいいと思います。実は本当の超高級は違うんだよみたいなのはあるかもしれないですけどね。一般的には僕らのイメージは一般的だと思います。春雨ってことね、はい、高級春雨。やめなさい、やめなさい、怒られなさい、あなたはそのね、高級でつければいいやみたいなね、そういうことだよ。いやいやいや、高級ですから僕あの、僕が頼んで、カズダップ中なんで一応その気にした、はい、ナスの炒め物と、あと青菜、はい、あとピータン、なるほど、3種類なんですけど、河野さんもよろしければ食べてみて。まあ、僕ちょっと辛いから、なんか四川風とかいただく。そうです、そうです、あ、そうか、河野さん、辛いの苦手です。じゃあこれちょっと僕いただきます、はい、はい、すいません。あとじゃあピータンと、ピータンちょっと僕、はい、単純にピータンは嫌だ。あ、ジェスに、はい、あ、シューマイピータンだ、ピータンダメ。そうですね、
一旦ダメでした。そうですね。これシュウマイ、シュウマイ食べれます。あ、シュウマイ大丈夫。シュウマイ食べます。あ、よかった。これ頼んだの全部、全部ダメかと思って。そうですね。まあ、そっちはもう処理してくれ。あ、ではこの2個は僕が責任を持って辛いのダメだって知ってるでしょ。辛いのは、でもちょっとこれ本当ナスで美味しそうだなって。あ、じゃあシュウマイと、あとこれ水餃子ですね。うんうん、はい、その2個食べていただいて、はい、お願いします。これ、このまま醤油？あ、そのままで、酢を使わないならそのままですね。小籠包とは違うんですかね。あ、餃子。あ、だから、もう結構牛乳が。あ、なるほど、中の餡が違うんですね。小籠包も美味しかったですね。美味しかったですね。はい、じゃあシューマイを。シューマイを。ちょっと大きい。しっかりした。もうちょっとお醤油つけて。熱いんじゃないかな。熱い。まだ熱いですか。河野さん的にはだいぶなんでしょうけど、こっち的には昨日の曽谷さんくらい面白い絵が撮れて、河野さんのこういう姿はなかなか撮れない。うわ、だいぶ熱いんですね。でも美味しいです。カジアは美味しい。豚、豚、あと豚とそれはまあ、いただきます。何やる。まずそれは、これは何ですか。エビ卵。エビ卵、エビと卵のみ、うん、シンプルな、はい、中華料理、中華料理ありますか、エビ卵。知らない。あったから、あったから卵。ね、エビ汁は辛いでしょ。はい、卵は辛くない。は好き、食べれる。あ、じゃあ結構中華料理でも食えるメニューって限られるんですね、意外と。うん、そうですね。うん、基本暑いでしょ、うん、嫌でしょ辛いの嫌でしょ。なんていうことで、やっぱね、もうチャーハンと餃子とかまさしく今日頼んだ人たち。そうですね。辛くないチンジャオロース、辛くないホイコーローとか、そういうのしか無理ですよね。だってもう、そもそもロン、なんで中華街に来たんだって話になってきちゃいますね。そうなると。そうですね。今日はもう、すべて天気予報が悪い。そう、本来はね、本来は動物園でした。そう、動物園行くはずだったのに、何か回り回ってね、はい、こうなっちゃうわけだからね。はい、いやー、これ、いくらでした。1300円。1300円であれ、ちょっとしょぼいですね。しょぼい。まあでも、やっぱあの豪華ショータイムが見れたから。あ、まあまあまあ、はい、あのね、音楽に合わせてるね。あれは1200円の価値はある。100円損したぐらいですかね。そうですかね。はい、はい、よかったよかった。よかった。はい、というわけで、水族館のあった中華街で中華料理に舌鼓を打つと。はい。いや、いいっすね。北京ダックとか。フカヒレとか、まあまあまあ、一応そのなんですか、はい、食べれますよって言われたのだったんですよね。はい、北京ダックとかフカヒレあるよって言われて、はい、グルナビ1位とか食べログ1位って書いてたから、じゃあ行きますか。お店の名前は知りません。知らない。まあ割と有名なとこなんでしょうね、多分ね。いや、わかんないですね。バーミヤンとかじゃないですよね。あ、違う。じゃないですよね。ですよね。はい、普通に問題がありましたよね、食べログ1位に。はい、普通に、あれって見たんですけどね。はい、まあ、看板にはいっぱい書いてたんですよ、はい、食べログだ、ホットペッパーだ、うん、なんだかで1位獲得っていっぱいあって、だけど帰りに見たらいっぱい他の店にもいっぱい書いてありましたよね。他の店にも食べログ1位獲得。あ、どこに行ってもいろいろいっぱいありました。食べログ1位とかなんとかと、はいはい、ああ、そうか、食べログ1位地帯だったのかもしれないですね。じゃあ、分からない、全然分からない。え、で、お味の方は。まあ、普通に美味しかったです。びっくりするほどではないと。びっくりするほど、いや、これが美味しいと言われたら美味しいし、うん、あの、まあ、まあまあまあって言われたら、まあまあまあ、やっぱ食べログ1位は違うわっていうほどでもない。まあ、そもそも中華料理にあんまり詳しくないっていうの
思うんですよね。その暑いしあんまり食べれないから、そっかそっか、そうですね、チャーハンが美味しいとか結構検討されますもんね。そうです、ああ、で、あとそのなんですか、フカヒレってそもそもそんなに食べたことがないので、フカヒレはちょっと僕が知ってるフカヒレとはちょっと形状が違って、やっぱり、系ですけどね、まあ味は分からないけど、だから違うってことですよね。うーん、で、まあスープに入ってて、はい、あんの味がメインですよね。あんの味、あのスープのタレの、あんの味がほぼほぼなんで、で食感がちょっとカリッとする感じの、コリッとするような、うん、なんですか、感じだけだけしか分からない。あ、でこれが美味しいと言われたら、まあ美味しいのかと。普通、通常あの北京ダックを頼むと、その北京ダックのあの肉を削ぎ落としたその骨を出汁にしたスープが一緒についてくるはずなんですよ。なかったですね。なかった、なかった。おかしいな。ああ、そうですか。わからない。え、西間さんどのあれ映ったやつ全部。はい、あの。ああ。どうでした、お味は。もう中華料理。なんか二人ともなんか口重いですね。いやいや、全然。え？あの、美味しくなかったとか。ではないと。うん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 。まあ、ただ、うん、ハテナマークは出ましたよね。あ、ハテナマークはあった。いや、わからないから。あ、そうか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 。これが正しいかどうかがわからないと。そうそうそう、ああ、味が正しいかどうかが。はい、なるほど。北京ダックだってこの、まあ、まあ基本味噌の味しかしない。いや、あの北京ダックももうちょっと肉厚のはずなんですけども。いや、もう全然皮だけですよね。皮だけ。鶏皮カット。鶏皮、焼き鳥の鶏皮ですか。おかしいなぁ。あの食べ方あれだって、あ、合ってました、ね、ちゃんと、はい、ね、合ってましたけど、もうちょっとこう、あのなんていうか、肉のところがついてるはずなんですけどもね。もう全然わからないですね、読めない、読めないと、はい、まあまあまあ、あのお腹も膨らんだし、そうですね、よかったねと。そうですね、あ、まあ、とりあえずその、この朝4時、5時に、はい、あの魚の絵をお見舞いするっていうのは目標達成、目標達成しましたね、はい、はい、もう全然コメントも流れなかったし、そうですね、もうそろそろコメント流れてこない時間帯でしょうね、これね。そうです、もう寝てしまった人たちがいっぱいいるはずなんで、はい、いや、よかったですよかったですと、よかったです、はい、作戦成功でございますね。西田さん、これでもう横浜 V 終わりですかね。横浜編は終わりです。はい、はい、なるほど。みんな見入ってるからってそんな、フォローしていただかなくても、あ、この時間帯にこうコメントを一切打たずにその見入っていただいてるとは相当ね。そうですね、それは見入ってるのか寝てしまってるのか、多分半々ですけど、ね、魚起きてるよと、魚好きかなんか、そうか、起きた、おはと、はおはと、はい、もうそうですね、あの、そうですね、もう5時ですからね、その日の出が1回落ちてパチッと目が覚めるのがこの辺りですかね。なあ、そうですかね、はいはいはい、ということで、じゃあ次ということでございます。そうですね。はい。が5時。5時。5時っていうと二条さん何でしたっけ、これは。夏祭り。ああ、8.19 夏祭りの模様を。レッスルワンサマーフェスでございますね。そうですね。そうですそうです。はい。その模様が、一発で全部。これは全部。何ブロックですか。会見ブロック。はい。さんによる夏祭り紹介ブロック。はい。はい、イケメン対全3ブロック3部作でございますね。わ、はい、かりました。じゃあまずは記者会見、その前に会見じゃなく CM をどうぞ。あ、 CM、 はい、はい、じゃあ CM、 はい、 CM です、はいはい。